はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆一ですそれではですねただいまより不動産鑑定試験2023合格基礎講座経済学第一回目の講義を開始いたしますどうぞよろしくお願いいたします はい、えー、本日ですね、えー、合格基礎講座第1回目ということでありましてですね、えー、まず最初のお時間ということですから、まあ、簡単にですね、えー、この講座についてお話ししたいなと思いますけども、えー、まずこの合格基礎講座経済学はですね、全18回からですね、えー、成り立っておりましてですね、えー、1回あたり2時間半ということでありまして、まあ、結構なあお時間を使ってお話しさせていただくわけなんですけども、まあ、2時間半ですね、私の方で分 続けて話してもですねいいんですけどもやっぱり疲れちゃいますんで、えー、ご覧になられてる方がですねなので、まあ、間に、えー、休憩を10分間ね入れさせていただきまして、まあ、前半後半ということでありましてで前半と後半もですね、まあ、大体間ぐらいにですね、えー、一区切りを入れるということでありましてまああのー、4ユニット制でですねお話できたらなと思っておりますので、えー、皆さんもそのつもりでですね、えー、ご覧いただければなと思っております。 えー、ではですね、えー、っと私のです、ね、合格バイブルというのがです、ね、皆さんのお手元にあろうかと思いますけれども、えー、この合格基礎講座ではです、ねまあ、そちらを使っていきますんで、まず合格バイブルをです、ねえー、広げていただければと思いますね。でですね あの、版書ノートっていうのもあるかと思いますけども、そちらに私が書き込みしたものをですね、えー、切り取ってありますので、まあそちらなんかもあってもいいのかなというふうに思いますけども、えー、合格バイブルがね、えー、あればあ十分であります。ですから、まあ皆さんのところにはですね、うん、テキストと、それから効果形、それから合格バイブル、それから何ですかね、版、うん、書ノートですか、まあその辺があ,あるのかなというふうに思いますけども、えー、テキストと、それから、あ 合格バイブルだけあればいい、ないしは版書ノートですねがあればいいかなと、ただ、版書ノートはですね全ページ切り抜いてないんですよ。私が書き込んだところだけ切り抜いてということでありますので、えー、まあ合格バイブルは、ね、必須かなというふうに思っていただければと思いますね。では、合格バイブルをですね開けていただきまして、ですね1ページのところですね、まあ、イントロダクションと <laughs> 書いております。 けどもえー、まずですねこのね、えー、講座の目的をですね明らかにしておきましょうね、えー、私は経済学の教員でありますけれども経済学の理論をですねお話しするということでありますけれども、えー、ただ理論をですねお話しするのではなくてですね、えー、合格に必要なですね内容に特化してですね、えー、お話ししていくということでありますねだから私の、えー、頭の中にはこの合格答案を皆さんが書けるようになる というのが目的にありましてですね、皆さんもそこをですね、念頭に置いていただければなというふうに思いますね。でね、ここで合格答案というふうに私申し上げておりますけども、トップ答案ではないというところがポイントなんですね。あのトップ答案を書こうとしたらですね、やっぱりそれ相応のお時間がかかってしまうんですよね。なので、合格答案ですね、あの、やっぱり戦略が大切だって、これからちょっと申し上げておきますけども、あの、まあ担当ちょっとのぞけばですね。えー 論文,試験論文式試験はですね鑑定理論があってそれから許容3科目ですね民法経済会計というふうにあるわけなんですけどもだからまあ合計4科目ですよね。でやっぱりね4科目バランスよくですね勉強しないといけないということでありましてねそれを考えますとねトップトーンを目指していく勉強の仕方だとどうしてもね短期合格はね無理なんですよねなかなかね。 えー、ですので、あの、どの科目もですね、合格点は必ず乗るというですね、そういったところを目指していっていただければなと思いますね。えー、どの科目もトップ等案目指していくとですね、もう時間が足りませんよ、これね。ですから、あの、まあ、合格等案を目指すと、トップ等案ではないというところですね、まずしっかりとね。だから、この合格基礎講座がね、あの、もう例えば10年間かけてやりますとかだったらトップ等案でいいんですけども、えー、1年ちょっとですからね、やっぱりトップ等案は難しいんですよね。なので、えー 合格答案というところですね、えー、しっかりと把握しておいていただければと思いますねですから合格答案ですよバランスよくだから勉強するということを心がけてくださいだから例えばねうんだからうん短期合格する方のね特徴といたしましてはねあのー、あれなんですよ えー、得意科目があるというよりも苦手科目がありませんという方ですね、えー、かなというふうに思いますねだからどういうことかというとね、うん、経済学が仮に、ね、得意だとしたとしてもですねやたら難しい問題というのは 出るる可能性っていうのは結構あるんですよ例えば、まあ、近いところで言いますとですね以前村瀬先生という方がね試験員でいらっしゃったんですけどもあの村瀬先生の取材される問題というのは非常にですねあの、えー、素晴らしい問題なんですけども不動産鑑定試験の受験生にとってはですねもうレベルが高すぎるんではっきり言ってうん経済学が得意な受験生でももうほぼほぼ0点みたいなね、えー、時代もあったんですよ。ですから要は何が言いたい のかと経済学が得意であったとしてもですね出題者の方が作成するですね問題が難しすぎたら、えー、経済学得意な方も0点苦手な方も0点みたいな感じになっちゃうんですよ、うんうん、まあ0点というのはちょっと極端な話ですけどね何か書いてれば加点ということになろうかと思いますんでレベルの高いねそういった問題の時はねだから0点というのはちょっと極論ですけどもあの得意な方も得意じゃない方もですねあんまり差がつかないっていうような問題が出うるんですよね だとかね、あるいは会計学得意だとか。 あだけどう、ね、民法苦手だとか,だかそういうね、うん、学習スタイルはね、えー、当たれば当たりますけどね当たれば当たりますけど当たらなかった時のリスクが高いと当たらなかった時のですね、えーまあ、損失が大きいということでありますのであの得意科目を作るというよりもですね苦手科目をなくすというね、えー、どれも、うん、合格点は乗るんじゃないかなとそういうねバランスのいい、ね、勉強を、えー していたんぱく質それから、えーっとえー、糖質ですねそれから脂質、まあ、三大栄養素ですねそれバランスよくね、えー、糖質を抜いてっていうねダイエットもありますけどもやっぱりバランスよくやっていかないと、まあ、体によくないと私は思いますんでね、えー、やっぱりそれと同じでですね食べ物と同じで勉強もですねあのバランスよくねしっかりとやっていただければと思いますね。 ですからまあ合格答案を書きましょうということですね。で、夏に2時間で2枚の合格答案を作成するということですねえ。合格答案を書くんだということですね。で、やっぱり短期合格していただきたいなっていう思いを込めてですね、私、毎年お話しさせていただきますけども、短期合格にはコツと戦略が必要なんだなということですね。で、合格にはですね、約2,500時間ですね、勉強時間が必要というふうに言われてるんですけども、まあ、経済学はですね、その中で、 で350時間ぐらいい、まあ、必要かなととうことですねもちろん個人差ありますよ、えー、経,済学経済学部に、えー実えー、経済学部を卒業してます卒業してるんですとかね、えー、そういう方はもう少しちょっとね、えー、勉強時間が短いかもしれませんしあるいは理系の方ですね、えーまあ、数学が結構得意ですという方なんかはやっぱり、あのーまあ、経済学というのは数学使いますから、えー、もう少しね、えーまあ、例えば200時間ぐらいの 勉強時間で合格いいいう方ももらっしゃいますけども、まあ、経済学ちょっと知りませんと、えー、数学もあんまり得意じゃありませんというのであれば、まあ、350時間ぐらいは、まあ、ちょっとどうしても必要かなということでありますんで、まあ、これぐらいは覚悟していただければと思いますね。で、えー、っとじゃあ,あのコツと戦略が必要だということでありますけどもじゃあ合格答案を作成するコツですね、まあ、お話しさせていただきますけども。 あの、インプットとアウトプット、この双方がですね、合格答案を書くためにはですね、絶対必要なんですね。あの、インプットだけだったらこれダメなんですよ。あの、担当式試験、論文式試験というふうに不動産鑑定試験にはありますけども、担当式試験だけだったらね、インプットだけでもいいんですよ。マークシート塗るだけですからね。だからマークシート塗るだけの試験とですね、論文式試験というのは全然わけが違うわけで、わけが違うんですよ。あの、論文っていうのはもう白紙の状態からね、積み上げていくわけですから、ね、 からやっぱりそのアウトプットする力っていうのが特に求められてるわけですねだからマークシートのねタイプの試験だったら塗りゃいいでるわけですからねあのひたすらね何かこう足別のどのかんのってやつをねあのコツコツやってればねつまりインプットだけしてれば受かるわけなんですけども、えー、論文式試験はそうはいかないと。 論文書かなきゃいけないんだからということで、インプットも必要ですけども、アウトプットももちろんやろうよということになりますね。で、インプットでは知識と考え方、経済学の知識と考え方をきちんとインプットしっていうことになりますね。で、インプットするための講座がですね、まあ本講座、合格基礎講座、あるいは後発講座である、必修論点総ざらい講座ですね。まあこの二つで大体ですね、まあ不動産鑑定試験に必要な知識の、まあ大体8割5分 から9割ぐらいですかあ、まあ、フォローできるかなということでありますね。えー、で、えー、っとそのインプットする際のコツなんですけどね理解と反復。 ここが大切になりますね。理解と反復こそが学習の基本ということですね。だから、わけもわからず暗記するというのはなしにしてくださいということでありますね。まあ、ただ若干あります。若干ね。あの、経済学っていうのはきちんとね、あの、ロジックがある学問なんですよ。数学に基づいている学問ですからね、ロジックがある学問なんですけども、だから理屈があると。だから理解するということがとても大切なんですけども、えしかしながらこれ難しい数学を使わないと理解できないというものであればですね、それはもうしょうがないから暗記せざる。 難しい数学を勉強している時間,には,時間は我々にはありませんからそんなことをやってたらですね350時間の時間もはるかにオーバーしてしまいますのでねなので350時間しかないというのを考えるならばですね あの、難しい数学なんて勉強してる時間ありませんから、あまあ、ここは暗記するしかないなっていうね、そういったところも出てきますけども、まあ、そうですね、まあ、8割5分9割ぐらいはですね、うん、まあ、きちんと理解するっていうことが求められておりますよね。で、理解に基づいた答案を書かないとですね、やっぱり合格点になりませんので、ね。 あの暗,記し暗記だけしてるってことは暗記が求められてる試験じゃないんですよ、ねえー、むしろあの採点者はね暗記してる人を排除しようとしますよ。ね、丸暗記してて何なんのと何にもなりませんよと。 あ丸暗記してることがですね官邸、えー、評価する際に役に立つのかとね、えー、そういう視点で,です、ね、経済学者は考えておりますんでむしろ暗記だけしてるなっていうと、まあ、点数伸びていかないと、まあ、理解を示す答案をですね、えー、書くということを心がけていただければと思いますねですかね、えー、理解と反復ですねで理解と反復これを繰り返していけばです、ね、あの頭の中に入りますんでね あの暗記暗記っていうね理解,も理解を伴わない暗記っていうのはねもう使えませんからでそんなあの暗記をしててもですね合格できませんので、ね、そこのところを気をつけて頂ければと思いますね。理解とと反復を、えー、しっかりとと で、その次ですね、アウトプットですね、ここがですね、担当との違いになるわけなんですけども、えー、論文作成力をアウトプットによって鍛えるということになりますけども、えー、どこで鍛えるのっていうと、当練ですね、当案練習会というのが予備校にはあるわけなんですけども、論文実践当練、的中当練、公開模試というね、それからファイナル模試とこう続きますけども、この当練、そして模試、その辺でですね、アウトプットする力を、えー、培うんだとういうことになりますね。 あのーえーまあ、2時間ね本番さながらの状況で、まあ、2時間っていうのをね、まあ、心がけていただきたいんですよ。 ねまあ、この講座をご受講の方はですね、ちょっと家でやってるんだという方も多いかもしれませんけども、あの、家でやっててもどこでやっててもいいですよ。あの、カフェでやっててもどこでもいいんですけども、そんなのは別にいいんですけども、ただ、当案練習会に関してはですね、なるべくですね、本番あの、本番と近い状況をですね、えー、作っていただければと思いますね。で、私がね、あの、もしね、受験生であればね、あの、経済学は、あの、午後の時間帯なんですよね。 本試験を考えるとね。だから同じ午後の時間帯に、えー、答案練習会をぶつけますよ。私であればね。 だから私もねあのよ、夜の方がなんか、死因としてです、ねうん、仕事がはかどるとこ,ときことが多いんですよ。まあ、例えば私あの、大学の教員しておりまして、研究室があるんですけども、あの昼間の方がなんか、研究室の,その、ね、あのまあ、自分個室なんですけど、あのえー、やっぱりこうざ,わざ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 わっていうかね、やっぱりこう動きがあるわけですよ、研究室内にもね、研究室内っていうか、その研究棟っていうのがあってね。 あんんまり自分は集中でできないんでで夜の方が集中できるんですけどもだからじゃあ答案練習会もね自分が受験生だったらね、えー、し夜のほうが静かだから、えー、研究室で、えー、答案練習会こうやるのかって言ったら私が受験生だったら絶対やりませんよ。ね、でどうしてやらないのかっていうとあの夜ね、あのー、頭がさえる状況を作ってもですね仕方ないんですよ、ね。試験が始まるのは10時なんですよ。 ね経済学の試験は午後の時間帯なんですよねその時間帯にですねあのちゃんとですね自分の力が発揮できるようなですねまあ、コンディションをまあ、作り込んでいくっていうのもやっぱり受験生には必要なことであってですね、まあ、夜頭が冴えるっていうのはですねまあうーんあんまり、えー、喜ばしいことじゃ受験生にとってはないんですよねなのであのぜひともですねあの自分は夜の方がいいんですよと静かだし。 電話も鳴らないし、メールも来ないし、それはその通りですよ。ね、その通りなんですけど、自分だってそう思いますけども、えー、受験する時間帯は夜じゃありませんから。 ね、ぜひとも、うん、まあ朝方というかですね、まあ、朝方までにはしなくてもいいかもしれませんけど10時にですねスタートを切れるように、えー、しといていただければと思いますねだからやっぱコンディション作りっていうのもねやっぱり必要になりますからねあのそこのところねで私はよく申し上げていることなんですけども練習こそ本番のつもりで受けてくださいねとで本番こそ練習のつもりで受けてくださいねっていうところですねまあ,あのよく申し上げているところなんですけども、えーまあ、気をつけていただければなと思いますね うん、そこのところを気にかけていただければと思いますねだからえーまあ、だから図書館とかそういったところがいいんでしょうかね、まあ、レックがそばにあればレックの自習室を使っていただいてですね、まあ、そこで時間を計ってっていうことですねなら家でやるとね、うんまあ、宅配便のお兄さんが来たりしますよね だから私ねもう最近あの大学の講義でねあの、えー、まあコロナ禍ということで、まあ、家で収録したものをですね、まあ、学生に配信するっていうことを、ね、やってたりするんですけどあのピンポンとか来たりするんですよ家でやってるとねだからわざわざ大学の研究室で撮ったりするんですけどもあのピンポンって来たらねせっかくあの宅配便のお兄さん来てるわけですから出ないと悪いじゃないですかだからあのね、えー、家で収録してるとまあそういったことがありますよねだから皆さんも同じようにですねあの家で で答案練習会昼前やってるとですねピンポンってなるかもしれないということでありますからまあ,あの極力ですねそういうね、うん、まあ何、うん、ですか。 あ、本番とちょっと違う状況にならないところで、まあ、つまりえ、図書館だとか、あー、その自習室まあ、そういったところを使ってですねえ。やっていただくとよろしいのかなと思いますね練習こそ、本番のつもりでやってください。だ練習を練習のつもりでやってる方はどうしても短期合格しにくいかなと。 ね、練習こそ本番のつもりでやってる方がですね本番でですねしっかりと力を発揮できるという話だと私は信じておりますのでまああの、えー、ぜひね実践していただければと思いますね本番こそ練習のつもりでと。だからねうんそうですね、えー、2時間なのにね、えー、2時間じゃ足りないと。 2時間5分やっっちゃったとまあそれは1回限りだったら誰も見てませんからいいですけどもだけどやっぱりねそういうのを続けるとですね本番は2時間しかありませんからねあの2時間以上なんかこうやってたらですね不正行為とみなしますよっていうふうに怒られちゃいますのでだからその辺は気をつけていただければと思いますねだからそのれあの、えー、こうね答案練習会ねまだ皆さんにはちょっとあの、えー、まだこう全18回が終わった後答案練習会になりますからまだ皆さんにちょっと早いですけども。 あ,のあれですね、えー、答案練習会でこう書くときにです、ね、5分延長とかそういうのを、ね、やってるとです、ね、なかなか本番で力が出ないということだと思いますので、その辺ね気をつけていただくとよろしいかと思いますね。 で、えっと、2ページの方に、えー、行きますね、えー。合格戦略ということでありまして、まあ、マイケル・ポーターという経,あの経営学者ね、まあ、経済学をベースにした経営学者なんですけども、えーまあ、戦略をこういうふうに言っておりますね。戦略とは何,何をやらないかを決めることと、やることとやらないことを決めること、特にですね、何をやらないかっていうのを決めること、これが大切なんだと、戦略にとってはと、と、えー、いうことも言われてるんですけども、まあ、私もその通りだと思うんですけども、合格戦 戦略というのを考えますとですねやっぱりここだと思うんですよねやらない教材を決めるやる教材を絞り込むということだと思うんですよねここをまあしっかりと皆さんね実践していただくとよろしいかと思いますねだからあの長くかかる方っていうのはねうんまあ、本屋さん行ってね うん、いろいろな本を買ってきてということをやっちゃうんですよねあのまあレックで、えー、提供させていただいている教材以外にもですねあなんかこうね、えー、本屋さん行ってねあなんかこれわかりやすそうだなとか。 カラフルだなみたいな感じでね。で、それを買ってきてですね、何冊か買ってきて、並行してやるっていうね。で、それやっちゃうとね、どうしても時間かかってしまうんですよ。で、あの、不動産鑑定試験ってね、やっぱり癖がある、そのね、うーん、試験でありましてね、あの、まあ、世界的な標準的、世界的に標準的なテキストと言われてるものをやってもですね、不動産鑑定試験に実は受からなかったりするんですね。 えーまあ、つまりちょっとなんていうんですかねあの世,界的な標準世界的に見たら標準な経済学のテキストなんだけどそこで扱われてるものがごっそり出なかったり結構するんですよ。 なので、あのーまあ、どうしても、うん、合格ということを考えるのであれば時間をロスしてしまうことにつながりかねないということですからねだから私が見ればねあのこれはあの試験にはここは関係ないここは関係ないって全部わかりますけれどももちろんねだけども初学者の方だったらわかんなないいじゃないですかだかだらこんな分厚い教科書を買ってきてですねわこの分厚いのやれば多分受かるだろうってやっててもねそこから1台も出ないっていうこと全然あり得ますよ。 なので、あのー、あんま本屋さんとか行かずにです、ね、あの渡された教材をです、ね、絞り込んで,です、ねまあ、それをやっていただくのが、えーまあ、必要かなというふうに思いますし、まあ、それだけでもです、ね、この350時間結構いってしまいますよ、ね、なのでその350時間って意外に短いですから、ね、意外でちなみに、ね、講義時間も含めて350時間ですからね。 なので、まあ、教材をへあの広げすぎないということですね、絞り込むということですね。だから、主な使用教材なんですけども、合格バイブル、高果系経済学、総ざらい、合格ート、当連等ということで、この辺ですね、あるいはオプション講座っていうのがいくつかありまして、まあ、それをあの加えるということで、まあ、等っていうふうに言ってるわけなんですけども、まあ、この中にポイントといたしましては、テキストが入ってないんですよ。 あのテキスト、合格基礎テキストって皆さんのお手元にあろうかと思いますけれども合格,テキス合格基礎テキストは、ね、一読してほしいんですよ。 一読してほしいんですけども、あの、繰り返しやる必要はありません。ね、一読で構いません。ただ一読は、まあ、さーっとちょっと読んでください。まあ、あの、私の講義も全体像をつかむような話をですね、させていただいてるんですけども、あの、テキストをまたさらにですね、文字ベースで読むことによってですね、あの、全体像のイメージがですね、頭の中でクリアになってきますんで、えー、従いまして、テキストは一読していただきたいかなというふうに思いますけども、えー、教材を絞り込んでですね、繰り返す そういった類の教材にはテキストは私は入れておりません、ね、やっぱり合格バイブル今お,お,お開きになっているものですねそれからまあ合格基礎講座が終わったらですねこう格けそろそろやってほしいですねですかで総ざらいっていうのはあのー、ちょっとだいぶ先のインプット講座になりますそれからまあ答案練習会でやった教材ですねこの辺にし、まああのー この辺に集中してですね絞り込んでですねやっていただくことが大切かと思いますねだからテキストは一読、ね、繰り返しやる必要ありませんこの辺で十分ということかと思いますねですからこれだけでも結構大変かなというふうに思いますのでしっかりとですね絞り込んでいただければと思いますね広げるとですねなかなか受からないということになってしまいますね やっぱりあのインプットする広げちゃうとインプットするのも大変ですからであのアウトプットにも相当広げちゃうとあの結構、ね、大変な思いをされるかと思いますので絞り込むっていうね、えー、やらないことを決める、ね、だから本屋さんで本を買わないと、ねえー、そういったことが必要かと思いますねで、まあ、経済学の概要というところですね、えー、いきましょうかね。 えー、そろそろ中身の方に行きますけど、えー、経済学とは何でしょうということなんですけども、経済学っていうのは、経済に関する学問ですね。えー、つまり、経済現象の仕組みだとか、からくりだとかを明らかにする学問であり、論理的な、まず学問なんですね。論理的な学問ということですね。で、論理的な学問ということでありまして、だから、ま、数学というね、まあ、あの、論理の塊みたいな学問をですね、使っていくんですね。だから、ま、文系の方には、ま、非常にちょっと 厳しいと言われるるのです、ねまあ、科目だったりするんです、ね、もう経済学なんて嫌だとね、えー、もう私もライブ講義でねあの経済学も嫌だお前も嫌だみたいなことねそんな類なことも言われたことありますけどもあのまあ嫌な方がね文系の方多いですから達研、まあ、から流れてきた方っていうのも結構い,いらっしゃいますんで、まあ、そういった方なんかもう経済学嫌だなっていうことも多いかと思いますけどもただねあの無理な科目じゃありませんから、まあ、きちんと積み上げていけば無理な科目 目じゃありませんので、あのまあ、そこのところですね。あの、しっかりと無理じゃないということをですね。認識していただければと思いますね。だから、私も私立文系ですからね。あの全然理系のそういった素養も全くなくということでありましてですね。まあ、一応、あのここまであの生きてきたということでありますから。全然あの皆さんもですね。あの、えー、文系の方でもね。あの全然あの。 合格レベルに達するっていうのはそれほど難しくありませんのでしっかりとついていきていただければと思いますね。で論理的な学問であるということであるわけなんですけどもさらにですねやっぱり実践的な学問ですね。まあ例えば経済政策の現場でも経済学というのはもちろん使いますし、あるいは例えばあの投資ですね、FX だとかあるいは株式投資だとかそういうのをする際にもですね、えー、まあ経済学の知識があ使えるとういうことかと思いますね。なのでまあ論理的実践的な学問。 だから非常にねあの経済学ハマっちゃう方もねうれしいことに中にはいらっしゃるんですよ。あのお前の講義面白い,ねっていうふうにね中には、ね、言ってくれる方もいらっしゃいましてですねでだからあのちょっと経済学ねどんどんやっちゃってるんですっていう方もいらっしゃるんですけどそれは面白いですよ。ノーベル賞ある社会科学って経済学だけですからねだから非常に、まあ、スリリングな学問であってしかも使えるっていうことですからあのハマっちゃうっていう方も中にはいらっしゃるんですけどもただねそこのところ気 気をつけていただきたければと思います、ね、先ほど申し上げましたように、やっぱりバランスなんですよ。短期合格っていうのは経済学だけやりすぎてもですねダメなんですよね。だからどの科目もですね、あの六割取っていかないと合格点はなかなか難しいとね、いうことだと思いますんで、まあバランスよくまあ経済学面白いなって思っても、まあ合格後にちょっとね見ていただければと思いますね。そういう方はとりあえず六割以上は取れるというね、そういった実力をつけて。 えー、そこまでいってるのであれば他の科目が手薄のなのであれば他の科目の勉強時間を増やすとかねそういうふうにしていただくとよろしいかと思いますねで、えっとまあ、経済学っていうのは経済現象の仕組みからくりを明らかにする学問ということですけどもじゃあそもそも経済っていうのは何ぞやということですけども経済っていうのはこうですね消費と生産の集まりなんですね経済っていうのは、まあ、ざっくりといって消費と生産の集まりのことを経済と言います。 で、えっ、ー、と、不動産鑑定試験はね、まあ、経済学2時間と、で、えー、まあ、あ えー、二つ問題がね、えー、ざっくりと言えば出されるわけなんですけども、えー、ミクロ経済学とマクロ経済学というね、えー、領域がありまして、このお、ね、ミクロとマクロからそれぞれ一台ずつね、通常出されるということでありましてですね、えー、まあ、ミクロとマクロっていうのがあって、えー、ここから一台ずつ出るんだなっていうのをまず認識していただければと思いますね。で、テキストの章立てなんですけども、ミクロは第1章から第6章まで、マクロは第七章から第十二章まで、 ということでありましてねで、ミクロ経済学ミクロっていうのはですねこれミクロって微視的ということですねだから微視的に経済を抑えていくということですねえ一消費者一生産者の動きをですね微視的に細かく細かく捉えてってそれを積み上げてってっていうのがミクロ経済学のアプローチであってそして価格っていうのがですねどのように決定されるのか、まあ、価格とえより正確に言うと取引量なんですけどもえ価格がどのように決定されるのか っていうのを見る学問だから価格理論っていうふうに言われたりするんですね。あの価格ってやっぱり大切じゃないですかね。我々の生活に結構まあ直結しますよね価格ってね。だからまあ再見だったらそのですね、うん、石油の値段が上がってるだとかね。えー、あるいはうんまあ2020年にまあコロナですね。まあえらいことになっちゃってまあ今も引き続きということでありますけれども。 あのの時マスクの値段が上が上ったじゃなないですか私なんか私んねあの今この中野っていうところでね東京の中野というところで収録させていただいてるんですけどもあの中野にね、まあ、安いマスクを売ってる店があってね、まあ、大体私もあのコロナの前なんか五ね、まあ、50, 50枚入ったマスクでねいくらぐらいなんですかね、まあ、2300円で買ってたわけですよ、ね、50枚入りのマスクを2300円で買ってたわけなんですけどえコロナが流行りだしてから、まあ、マスクどこ行ってもない,ないじゃないですか。で1箱1枚 要は値段っていうのは、まあ、移り変わるわけなんですけれども値段っていうのはそもそも、ね、どのように決定されるのかとこれを考える学問がミクロなんですよね。 えーまあ、やっぱり価格って大切ですよねだからマスクの値段が発生になったらもう本当に大変じゃないですか生活がね、えー、原油価格石油の値段が上がったらですね車を運転すると人大変じゃないですかだから価格っていうのは生活に直結する生活を直撃するものであってとても大切なものだからじゃあどのようなメカニズムで決定されてるのかなっていうのがあー明らかにする学問が求められましてですね、まあ、それがミクロなんですよね。 で、微視的なアプローチを取っていくと。で、当分ミクロをやっていきますね。 で、一方で、マクロですね。マクロ経済学、所得理論というふうに言いますけども、マクロ経済学はミクロに対してマクロですから、挙手的にですね、経済を捉えているわけですね。だから、ミクロっていうのは微視的に、つまり一消費者、一生産者の動きを丹念に、えー、拾ってですね、それを積み上げてというアプローチ。で、それに対してマクロっていうのは、一国全体という挙手的に捉えたアプローチを取るということですね。で、マクロで明らかにしたいのは国民所得、例えば GDP なんですけども、国民 ですね、まあ、GDP の概念はですねマクロ経済学のところでねこの合格基礎講座内のマクロ経済学のところでやりますねでだいぶ先になってしまいますけれどもあの、まあ、国民所得っていうのは、まあ、国民の全体の国民の所得の合計っていうふうにざっくりと言って捉えられるんですけどもあのそれは GDP というね 国内総生産という概念と、まあ、実は一致するわけなんですけども、えー、その GDP っていうのはとてもやっぱり大切な概念なんですが GDP っていうのはどの水準に決まるのかっていうのをね考えるのがまあマクロなんですね。まあ、日本はですね1968年ですかね、まあ、当時の西ドイツを抜いて世界第 2GDP、まあ、当時は GNP って言ったんですけどもあの世界第2位の国になったんですけど2010年頃に今中国に抜かれてということで、まあ、世界第3位の国になったということでね、まあ、今後ね まあ今後インドにも抜かれるでしょうからいずれねだからまあ世界4位に恐らくなるかなとまあ4位は維持できんじゃないのかなとは思いますけどね、えー、まあ日本の下にはドイツがいて、まあ、フランスとかイギリスとかその辺がいるわけなんですけどもそのうちインドがねグワッと上がってきますからあだからまあ1位アメリカ2位中国3位インド4位日本この4位をまあ守れるかっていうのがまあ今後の課題になるのかもしれないんですけどねまあ,あ GDP、えー、我々の所得ですからね所得の合計でね こ、ね、これはまあ大きい方がいいいいがに越したことななじゃないですかやっぱり、うん、お金が全てじゃありませんけどもお金ってある程度その幸せにもつながりますよね、まあ、持ちすぎてる人ってどうなのかなというふうに思いますけどね、まあ、孫正義さんとかねそういった方持ちすぎてる方っていうのはどうかと思ってるのは持ち過ぎててもそんなにね、うん、幸せが増えるのかとは思いませんけどやっぱりある程度持ってるっていうのは、まあ、幸せにつながるのかなということでだから所得って とととといいいううのののは、まあ、我々の幸せにちょっとつなながる概念じゃないのかということで国民所得が大きい方がいいんじゃないかということでじゃあ国民所得でそもそもどういうふうに決まるのということが求められますんで、まあ、それはマクロで明らかにするんだということでありますね。ですかね。えー、まあこれがマクロあなんかこれ経済学の種類って本当はここに来るはずだった、ね、なんかこうちょっとあの皆さんの合格、えー、バイブルにはねちょっとあの、えー、これが。 ここににね、えー、来るようにちょっと、えー、しておきますのでなんかちょっとと変ななころになんかねよくわかんないですけどねあの、まあ、私 Mac でちょっとやってるんですけどね最近ちょっと Mac でやってるんですけどあのあのこの会社のねあのパソコンは Mac じゃないんですよだからなんかちょっとずれたりだとかねなんかこうしててでずれちゃって、まあ、こんなふうになっちゃったということでありますけどねあの皆さんのお手元の合格バイブルはあのこれがこっちにあるようにしておきます。 で経済学ですね、あの三種の神器ということでありましてです、ね、まあ、経済学というのは、ですね、まあ、3つですね実は必要な道具があるんですよと、ね、通常文章ですよ。 例えば民法とか、まあ、私詳しくありませんけども民法っていうのはまあ文章言葉でですねまあロジックを構成するんじゃないですかだけど経済学っていうのはですね文章言葉だけじゃなくてですね図と式っていうのが出てくるんですね理系の学問ですからある意味だから図と式というのがとても大切でありまして図、まあ、グラフですねえグラフの書き方をしっかりと理解しましょうねとそして式計算主に微分計算っていうのも出てくるわけなんですけども式ですね、まあ、そういった 式だとか計算だとか、そういったものもできるようにしましょうと。で特にグラフになりますね、えー。経済学では他の学問と異なり、特にグラフが大切ということでありますね。だからあのいくらねプロが書くようにうまい文章を書いたとしてもですね、グラフが間違えてれば0点ですよ。すればねグラフ間違えてんだからということですね。あの中身見てもくれないかもしれませんね。グラフが間違えてる。 グラフでさえ間違えてんだから文章は見るに当たわずってことなんですよ。申し訳ないですけど、一生懸命書いてるかもしれませんけど、ね、経済学というのはそういう世界です。グラフが間違えてるんだったら、もう文章を見るに値しないですよ。だから、グラフを間違えちゃった時点であの、その箇所に関しては0点を覚悟しなければいけないというふうに思っていただければと思いますね。だから、まあ、きちんと皆さんがやるべきことはですね、グラフを書けるようにすることであると多いうことですね、まずはね。 だから定義を、ね、丸暗記するとかそういうのはね時間が本当に余った方がですねあの暇つぶしにやっていただければと思いますね。定義をしっかりと覚えるってもちろん大切なことなんですけどもグラフがそもそもですねきちんと書けてなければですねそれはもう本当に見てもくれないとあのグラフが書けない時点で基礎がなってないっていうふうに判断されるんですよ基礎がなってないんだったら文章を読むに当たわずってことなんですよねなのであのででぜひともそこの認識ですね。 あの文章をしっかり書けててグラフ間違っててで文章はプロが書くように、ね、自分は覚えましたとで文章はプロが書くように覚えたんだけどグラフ間違えちゃったで文章はプロが書くように書いてるんだからそこは点数もらえるでしょっていうふうにもし思ってるのであればそこはあの違いますとね。 えまあ出題者によってももちろんあのいろんな考えがあるでしょうからまあ絶対とは言い切れませんけどまあ私が出題者だったらグラフがね不正確であればねグラフが不正確であればもう点数振りようがないとこういうふうに判断するんじゃないですかね。だからまあグラフっていうのはまあとても大切だという認識をですね持っていただくといいのかなと思いますね。 はい、えー、それではですねあのちょうど35分になりましたのでここでです、ね、あの一旦ブレイクをですね入れさせていただきます。 はい、えー、それはですね、えー、講義の方を再開させていただきます。えー、4ページになりますね。でミクロ経済学のですね、中身の方に入っていきますね。えー、ミクロ経済学の全体像ということでありまして、まあ、全体像体系ですね。このやっぱりね、どの学問も、まあ、民法でも、まあ、まあ私民法わかりませんので、ちょっと言わない方がいいですね。まあ、会計学もそうなんですよ。 えー、私は会計学はあのー、水道橋でやりますんでねで、まあ、全体像とか体型っていうのを経済学でもやっぱり会計学でもまずそこをしっかりと押さえるっていうのがと,とてもね学習する際には大切ですから、まあ、全体像体型をですねつかもうとそこに、まあ、あまず力を注いでいただければと思いますし、えー、学習する際にイメージしてほしいですね。 ま例えばね今日ねここやるんですよ消費者家計というねところをやるこれ第一章なんですけども、ね、全体像の中でここをやっっってててるんんだないいう意識をを持ほしいんですよね、えー、全体像を常に常に意識してですね自分は今ここをやってるんだと自分は明日ここをやるんだと、ね、自分はあさってここをやるんだと、ね、そういうね意識をね持っていただくと全体像と絡めたね学習法ね だからそこをねしっかりとやっていかないとですね丸暗記で終わってしまう、ね、丸暗記はもうはっきり言って今の試験を考えますと対応できませんそもそも問題にねだから丸暗記の人を排除するような問題に今なってますんでだからね例えば あの昭和の時代の問題とか見てくださいよ、ね、昭和のの時代の問題とかだったらね例えば、まあ、本日「無差別曲線」というところを、まあ、いけるかいけないか分かりませんけどもあの 1, 回、まあ、の1回目か2回目かの授業までに必ずやる内容で「無差別曲線」という、ね、概念があるんですけどもえ例えばん昭和の時代だったらね「無差別曲線」について説明しなさいみたいなね。 まあ、私の合格基礎講座の1回目か2回目の内容を聞いたらです、ね、満点取れちゃうような問題が昔だったら出たんですよだからもうあの、ま、あ丸暗記してることをです、ね、吐き出せばです、ね、昔だったら合格できましたよそれが昭和の時代ですよだけど時代が変わって平成の時代になりそして今は令和ですよとね時代が変わってるんです時代が変わってるそして出題内容も変わってる出題内容が変わってるんだったら丸暗記重視のです、ね、学習法を徹、ね、したらですね対応できませんよ 今はもう時代が変わってますんでねだからまあ官邸理論とかねよく分かりませんけどもあの暗記だとまあそうなのかもしれませんよまあ,まあ私は部会社だから語りませんけどもあのまあそっちは暗記でしかたないかもしれないとだけどよその科目にもですね暗記だっていうふうに思うのははっきり言って間違いですからそこのところはあの肝に銘じることが大切かと思いますね。 まあ、鑑定理論は100歩譲って暗記なのかもしれないいもう私はそれについては語りません、ね、だけどもその、えー、暗記だっていう、ね、事実をですね経済学にも当てはめるのは100%誤りですからあそこのところはあしっかりと認識していただくとよろしいかと思いますね。では えっと、次ですね。えっと、まずね、うん経済主体というね、えー、言葉があるんですけども、あの、要は、うん経済っていうのは、消費と生産の集まりなんですけども、消費と生産の集まりを、まあ、実際に、消費と生産の集まりに携わる人ですね。まあ、これを経済主体というふうに言いましてですね、ざっくりと言えばですね、まあ、4タイプいるんですね。で、まず一つ目、家計ですね。家計というのは何かなと,と、消費者であり、 労働者であり、貯蓄者であると。これが家計というふうに言いますね。まあ、要は我々一般ピープルですよね。家計というのは我々一般ピープル。えー、飯食いますよ、酒飲みますよ。ね。飯食う、酒飲む、えー、そういうね、消費をする人ですよね。 で消費をするということは金が必要ですねということで金を稼がなければいけないということで労働者でもありますよと、ね、私抗議してますよ、ね、労働者ですよねで、えー、労働者としてまあうーん、まあ、要は働くとね金を稼ぐと。 じゃあ稼いだ金を消費に回すということなんですけども全部使いますかっていうと、ね、全部使っちゃうやつもいますけど、ね、大体ためるじゃないですか、ね、貯蓄しますよと、ね、例えば20万円稼ぎました18万円は飲み食いに使ったんだけども2万円は貯めましたと。 だから我々、一般ピープルっていうのは貯蓄者でもあるんですよね。まずそこをしっかりと押さえていただければと思いますね。家計という専門用語があるんですねで。家計という専門用語をまず押さえていただいて、家計とは何かというとですね、消費者であり、労働者であり、貯蓄者であるんだということであります。まずそこをしっかりと押さえていただければと思いますね。で、それに対して企業というですね、経済主体、プレイヤー、人もいましてですね、企業というのは何かなと,いうと、 えー、生産をする人なんですすねで生産をするということはですね人を雇わないと生産できませんよ。ね 例えばですね、あの、まあ、自動車を作るとしてください。また、あ、まあ、昔私、イスズ自動車というトラックを作ってた会社にいたんですけども、まあ、イスズ自動車であれば、だいたい2万5千人のですね、えー、従業員を抱えていて、で、その2万従業、2万5千人の、約2万5千人の従業員で自動車を作るわけなんですよね。トラックを作るわけなんですよね。いいですか。だから、その、一人じゃ作れませんよ。 ねえー、なので人を雇うと、ね、生産をするっていうことは人を雇うっていうことであるわけなんですよね、まあ、もちろん、ね、最近は一人会社っていってですね、まあ、一人でやっちゃうような会社もありますけども、まあ、通常ですね、まあ、人を雇ってっていうことをね、えー、するじゃないですか、ね、だから雇用者でもあると企業っていうのは人を雇うということで雇用者でもあると、えー、じゃあ人を雇えばですねトラック作れるんですかと ね、トラックを作りますよ、いす自動車で。トラックを作る、ね。人を雇えば作れるのか。人を雇っただけじゃ作れません。でやっぱり設備投資しないと。設備投資しないと作れませんよだから、設備投資者でもあるということですね。あのー、だから、まあ、私工場も、工場も長か,かったんですけども、あのー、 原価計算っていう、ね、仕事をしてたんですよ、ね、トラックの原価、ね、トラック1台いくらでできてるのかっていう、ね、原価計算をねあの、えー、やっておりましたけどだ工場でやるんですよ。ね、でどっかんどっかん,なんかこうねあの作ってるわけなんですけどドーンみたいな、ね、音がして、えー、なんかこう鉄板とか,なんか叩いたりするんですけどもで、まあ、工場に行ってですねそれであの要はトラックを作るっていうのはもちろん2万5千人の人が必要ということなんですがそれだけ じゃあできないとね機械が必要である建物が必要であるあるいは道具が必要であるっていうことですねだから設備投資をしないとですねトラックもの、えー、商品っていうのはできませんよっていうことなんですねだから企業というのはですねね、えー、設備を投資する人でもあるんだっていうことですねだから企業というのは設備投資者っていうふうにも言われておりますねいいですかしっかりとその辺も押さえておいていただければと思いますね。 で、まあ、政府が、あまあ、家計企業にですね、まあ、が中心で、その経済を回すんですけども、えー、政府がいろいろね、ルールを作ったりだとか、景気が悪いときは、あの、まあ、あのいろいろね、 政府が公共投資をしたりだとかということで経済た援の中には政府もいますしあるいは最近ですね非常に重要なのがやっぱり海外ですよね海外の家計海外の企業海外の政府から成り立っている海外部門ですねこれもやっぱり大切になってきますよねだからまあ今企業もそうですよねだからさっきから持ち上げているトラックの会社なんかイースズなんかもですね六6割5分が今もう売上高の6割5分が海外ですよ。 えー、まあホンダとかだったら8割以上が海外なんですよねあるいはヤマハ発動機とかですね村田製作所とかその辺ですかねその辺はもう9割以上海外で売ってますよねですからその海外でっていうのがね特に少子高齢化ですからこれからその比率がどんどん上がっていくでしょうけどもだから海外というのがですねまあ今日本経済にとってはまあ今というかね、まあ、昔からだと思いますけど少子高齢化でですねもっとこう国内の需要が冷え込んできますからよりね、えー、これからも海外っていうのが必要になりますけどもだから海外いうの 海外のプレイヤー海外の主体っていうのもね、えー、経済を考える際にはとても大切だっていうところをも押さえておいて頂いければと思いますね。ですかねまずその辺をあそれからねあのこ,この言葉ね、えー、投資者っていうことなんですけどもね設備投資者設備ってあえてつけておきましたけどあの皆さんねあの投資っていうとこっちを頭の中にイメージしませんか 投資っていうと株式投資とか証券投資とか金融投資とかとこ,こっちをイメージするかもしれませんけど、えー、経済学では投資っていうと基本的には設備投資です。あるいは家計による 家計による住宅投資を考えたりもします。だけど、大半はこの設備投資ですよ、ね。だから投資というとですね、設備投資というふうに、まあ皆さんはですね、頭の中でイメージするようにしていただければと思いますね。だから、一般的にはね、例えば、貯蓄から投資みたいな言葉があるじゃないですか。ね、貯蓄から投資へっていうね、NISA、えーまあ、を言いしましょうみたいなね、よく言われたりしますけども、だから、あそこで言われてる投資っていうのはね、株式投資とか金融投資なんですよ。 ね、だからその経済学で考えている投資とですね一般的に使われてる投資がちょっとあの意味が違ってると、まあ、だから定義っていうのは大切なんですよ、ね、定義が食い違ってるとですね議論がそもそも成り立たないっていう、まあ、典型の例なのかもしれませんけどもだからやっぱり定義っていうのは大切でですね、まあ、特に会計学なんかではですね定義がそのまま問われちゃうっていうことなんですけどもだから、まあ、定義の部分っていうのは大切であるということは再認識していただきたいなとは思うんですが。 まあここではあ、投資というとですね、設備投資をですね、イメージしていただければと思いますね。では、えっと、具体的にですね、あの全体像をね、ちょっとお話しさせていただきますけども、えー、まずですねあの、マーカーですね、ちょっとね、まあ、マーカーでも私のようにあのちょっとペンでもいいんですけども、色をね、揃えていただきたいですね、ここ,こ,ことこことここね、赤でね、こことこことこことここね、えー、要は消費者、それから 生産者ですね政府、海外、ね要は経済主体ですけど、同じ色をね、ここつけておりますで。こことこことこことここ、同じ色をつけておりますね。まず、こことこことこことここに同じ色をつけていただければと思いますね。ですか。ね、で、じゃあ、消費者家計っていうのは、まあ、先ほど申し上げましたけども、消費をする人ですね、酒飲みますよ、飯食いますよ。ね、えー、なんだ。 えー、何でもいいですけども、まあ、消費をする人これがあの家計ですよね消費者ですよ、ねでえー、あの消費をするということはですねお金がないと消費できませんからあしたがってお金を稼がなければいけないということで、まあ、労働供給をする人ですよね。いいですか で労働供給をして金を稼いで消費をしますよで、えー、残ったお金は貯蓄しますよということですねで貯蓄っていうのは資金供給というふうにいったりもしますよねで消費っていうのは財需要というふうふに言ったりもしますねじゃあ消費者家計というのはですね消費をする労働供給する貯蓄をするということなんですけど目的って何でしょうかと。 言いますと目的は供養最大化なんですね。いいですか。目的は供養最大化であるというところですね。えおさえておいていただければと思います。えー、で目的のところはちょっと色変えていただければと思いますね。目的のところは供養最大化ちょっと色変えていただければと思いますね。で一方で生産者企業ですね。生産者企業はっていうとね。 えー、生産をしますよ。財供給というふうに言ってもいいですね。で、えー、物を作るということは、例えば従業員の方々を雇わなければ作れませんねということで、えー、雇用者でもあるということなんですけれども、要は労働需要をするんですね。人を雇う。人を雇うっていうのは、ね、雇用するというふうに言いますけど、経済学では労働需要というふうに言うんですよ、ね。労働需要ね。雇用するっていうのは労働需要なん、労働を需要する労働需要なんですね。 で先ほど申し上げましたように機械が必要道具が必要あるいは建物が必要ということですねものを作るというのは。 だから投資をする。こ,のここで言うと投資というのは設備投資になりますけれどもで投資をするということは巨額なな金が必要になるんですよ。ね、工場をね一つ作るっていうのはもう本当に1,000億だとか、ね、何千億っていうふうに場合によってはかかる可能性もあるということでまあ巨額なお金を,を必要とするとで何千億っていうお金なんかはですね、えー、自分の会社の当期準利益をはるかに超えてる、ね、金額になってしまいますからだから何千億っていうです、ね、設備投資をする際にはですねお金を基本的には調達して ってくるってことこになりますね、えーまあ、株式を発行してお金を調達する銀行からお金を借りる何でもいいんですけども資金を調達するということになるわけなんですけども従、まあ、ってですねあの投資をするということは資金需要をするんだっていうことで,ねですかね資金需要という言葉も知っといていただければですねだからねこれね対応してるんですよ、ね、家計消費者と生産者というのはね消費者は消費をします財を需要します で生産者はですね、えー、財を生産し供給しますっていうね、対応してるんですね。消費者は労働を供給しますね、働きます。ね、生産者は労働を需要します、対応してるんです、ね、で、消費者はお金を貯めます、資金供給しますね。で、そのですね、そのお金をまあ生産者が、えー、マーケットで調達するあるいは銀行を通して調達するっていうね。 え、資金を需要して調達して設備投資をするということ対応してるんですね。そこのところを押さえておいて頂いければと思いますね。で、さらにですね、この生産者、企業というのはですね、 目的ですね。先ほど消費者家計はですね、目的が雇用最大化だったんですけど、生産者企業はですね、目的がですね、利潤最大化になりますね。で目的は、この同じね、雇用最大化と同じ色、塗っといていただければと思いますね。目的になりますね。生産者の目的というのは、利潤最大化ですね。いいですか雇用最大化。雇用っていうのは満足感ですね。我々の雇用満足感するように、えー、消費者っていうのは行動すると。 消費労働供給貯蓄という行動をする一方で生産者企業というのはですね利潤最大化という目的を実現するように行動する例えば生産をする労働需要する投資をするということになりますねですから目的をしっかりと押さえて,い,ていただけることですねでねここで「利潤という言葉なんですけどもあの会計とね若干あの概あの要は儲けなんですよ利潤っていうのはねで会計では儲けのことを利益というふうに言いますけども若干概念が違うんです。 利潤と利益っていうのは若干概念が違うんですけども、まあ、あのちょっと触れる場面も、ね、これからの合格基礎講座の中でありますけどもとりあえず、利、ね、潤と,、ね、と利益っていうのは会計と経済でちょっと違うんだなとだけどざっくりと言えば儲けなんだなとそれぐらいを頭の中に入れといていただければと思いますねだからね利益って書かないでほしいんですよ。ね、利益っっってて書くとと、ね、ちょっと概念が違ってしまうんですよねあのー まあ素人向けに書かれたですね経済学の本なんかはですね理順と利益をごちゃ混ぜにね、えー、書いたりすするんですよそれはもう素人向けに書いてますから「利潤」ってやったら分かりにくいから「利益」っていうふうにですね、まあ、書き手の方が思ってか思ってなくて書いてるのか知りませんけども、えー、そういう,う一般向けの本なんかでは利潤と利益ってあんまり区別してなかったりするんですけどもだけどやっぱり、まあ、きちんとした経済学の教科書なんかではですね「利、う、潤、ん、と利益」っていうのは分けてますし。 えー、不動産鑑定試験ではですねやっぱりそのきちんとした言葉遣いが求められてますから皆さんは「利順」という言葉をです、ね、使うようにしていただければと思いますね。ですかね まあ要はざっくりといえば儲けなんですけども利益と一応分けといただければと思いますね。でこの消費者とですね生産者ですねまあ要は消費者は財を需要する生産者は財を供給するじゃあどこで取引をするんですかというと市場というね 場場所ででで取引をすするんですねね市場と呼ばないいください、ねまあ、読み方を示せっていうことはないかと思いますけども、まあ、市場というふうに読むようにしてください。ね、市場で取引をすると。財を供給する。財を需要する。労働力を供給する,労働力を需要する。資金を供給する。資金を需要する。市場というところで取引をするんですね。 財が市場というところで取引されます。財市場と言います。ね、労働が市場というところで取引します。労働市場と言います。ね、資金が、えー、市場というところで取引されます。えー、資金市場と言います、ね。市場で取引されるんですね。で市場で取引されますけども、えー、そこでですね、価格と取引数量が決定されるんだと。で えー、このね市場のタタイイププがでですすね実は2タイプあるんですよ市場には2つのタイプがありまして完全競争と言われるタイプそれから不完全競争と言われるタイプ2つありましてですね完全競争と言われるタイプであれば、ね、市場が完全競争と言われるタイプであればですねあのー、どんな状況を、ねまあ、例えば完全競争ではイメージするのかと言うと、ね、競争がめちゃめちゃ激しい状況ですね。 これが完全競争ですね。完全競争というのはもうライバルだらけなんですよ競争が激しいんですよ、ね、そういった状況で考えていただければと思いますね。で競争が激しい状況というのはですね,あの生産者はね、生産者は競争が激しければ価格を釣り上げることができませんので状況としてはですね、非常に好ましい状況が実現するんですね。あのね。 あの消費者と生産者がですね市場で取引するんですよ、ね、その際に競争が激しいと、ですね生産者は価格を吊り上げることできないんじゃないですか、競争が激しいとね、例えば、ね、不動産鑑定士試験の業界だとね、えー、レックとタックさんしかいませんから、競争激しくないですけども、あの競争が激しいと、ですね値段を吊り上げるってことは、生産者、企業はなかなかできませんよね、ね競争が激しいと。 だけどだから競争が激しいときていうのは価格を釣り上げることが企業はできませんので価格っていうのはですね非常に消費者からしたら好ましい水準になるということでですねあの完全競争の状況だとですねこのね、好ましい状況が実現するんですねで経済学で好ましい状況のことをですねこれ最適資源配分って言うんですね資源配分において最適つまり無駄がない状況が実現するんですね。 ですかで最適資源配分の同義語なんですけど効率的資源配分ないしはパレートさんが明らかにしたんでパレート最適だとかパレート効率的っていうふうにパレート効率っていうふうに言ったりしますんで、まあ、こちらの言葉も、えー、押さえておいて頂いければと思いますね無駄がないということですねだから無駄がない非常に好ましい状況が完全競争という状況だったら実現するんですよということですねですか一方で不完全競争っていうのがあるんですよ不完全競争ね 不完全競争っていうのは競争が激しくないんですよ。ね、極端なことを言うと生産者は社ですよ。ね、生産者が一社だったら何が生じるんですかちょっと価格が釣り上がっちゃうんですよ。生産者が一社しかいないんだったら、ね、そいつが例えば非常に嫌なやつだったとしてもですね,ね、買い手からしたらそいつから買わないといけないじゃないですか。ねえーね、独占市場っていうのはそういったもんですよ。ね うーん例えば、うんね、森田裕二って本当に嫌なやつだなとうう思ってる人もです、ね、私しかです、ね、経済学の講義,の講義をです、ね、供給してなかったらです、ね、あの合格するためには私の講義を、ね、どんなに私のことを嫌いな森田裕二の嫌いな人であったとしても見ざるをえないじゃないですか合格するためには、ね、だからあの生産者が一社の時っていうのは、ね、だから非常に生産者有利の状況なんですよ。ね、どんなに ね、そいつのことが嫌だったとしてもそいつから買わないといけないんですよね、で、そいつしか売ってくれないから値段も高めに設定されるんですよね、ライバル企業がいっぱいいればですね高めに設定されたら選んでくれませんよお客さんがだから潰れてしまいますよないしはもう値段を高く設定できないから下げますよね、だからライバル企業がいっぱいいると価格っていうのはちょうどですねいい水準に落ち着くわけなんですけど一社しかいないんだったらねそいつが嫌なやつだったとしてもその人から買わなければいけない ね、そいつが嫌なやつだったとしても、ねえー、その人の提供するものを消費しないといけないっていうことですね、えー、そ,れそういったですね、えー、市場の状況、えー、競争が激しくない まあ、例えば一社しかいない、えー、そういった状況をね不完全競争というふうに言うんですねで不完全競争だったらこの最適資源配分というこの、えー、好ましい状況が実現しませんよということですねで、あのー、不完全競争ですね不完全競争不完全競争だったらこの好ましい状況が実現しませんよと、ね、で好ましい状況が実現しない、えー、ことをですねこれ市場の失敗点いうんですね 市場がですね、市場の失敗というのは、市場がですね、好ましい状況を実現することに失敗してしまう。市場が好ましい状況、すなわち最適資源配分を実現することに失敗してしまう。これが市場の失敗なんですね。だから競争が市場に激しくない、不完全競争の状況というのは市場の失敗が生じますし、あるいは、ね、市場の失敗というのは ね、不完全競争以外にも公共財外部性費用低減産業非対称情報不確実性こういった状況の時にも、えー、このね好ましい状況というのは実は実現することに失敗してしまうっていうことなんですね。ですね。でこのね公共財外部性費用低減産業非対称情報不確実性というふうに出てきましたけども非対称情報と不確実性に関しては総ざらいで扱いますそれ以外はこの合格基礎講座内で勉強いたします。 ですかね、じゃあね市場が失敗するつまり市場がですね好ましい状況を実現することに失敗してしまったらそれをほったらかしにしていいのかって言ったらやっぱりダメだってことなんですよ。だから逆にね逆に完全競争の状況の時っていうのはね好ましい状況を実現するんだから政府の介入は不要なんですけども。 ね、市場が失敗してしまうと好ましい状況が実現しないんでじゃあこう国家権力を持った政府がですね介入する必要があるんじゃないですかということですねで政府の目的根拠、ね、政府の介入する目的根拠はですねこの2つになります、ね、先ほどの目的につけた色と同じ色でここをマーカー入れといて頂いければと思いますね最最大化と理順最大化化と目的です、ね、それと同じ色をここにつけといて頂いければと思いますね。政府の市場介入する根拠目的は この二つになりますね、えー。効率的資源配分が実現できないんだから、それを実現する。するというのを目的に市場介入する。ね、それから、あともう一つ、公平的所得分配を実現するために市場介入するってことね。あのね。市場で競争するっていうことは勝ち組負け組が発生するんですよ。で、勝ち組負け組が発生するということは、ある方はですね、年収ものすごく高いと。 例えば、ビートたけしさんだとか、孫正義さんなんかは、もはね、孫正義さんなんかは年収50億だとか、あるいは数百億っていうふうに言われておりますよね。あるいは、ビートたけしさんなんかはね、もう私びっくりしましたけど、以前テレビでね、これビートたけしさんが言われてたんでね、私全然面識ありませんけど、たけしさんが言う、もっとそれ聞いて私もビートたけしさんの、あの、方に足向けて寝れねえやって思いましたけど、要は何かというと、あの、漫才ブームの時に、おいらは、 えー、180億円ぐらい税金を払ったということを言ってたんですよ。1年間でね。 すすごいですよねで漫才ブームの時っていうのは、まあ、80年代とかそれぐらいだと思いますけど、えー、所得税が高かったんですよ。で所得税が高いとですね地方税も連動して高くなるということで大体あの時ってね9割ぐらい所得税と地方税、まあ、国税と地方税合わせてですね9割ぐらい税金があったっていうことだらしいんですよね。だからもう本当にですねあの えすごいね税金をねえまあ所得を得てね税金を払ってたっていうまあ今はもっとね所得税え下がってますからね下がってますけどだから国税だけで見ると所得税は40%ぐらいだと思うんですよ。 今結構下がってるわけなんですけど当時はね、えー、国税、えー、国税で多分7割5分ぐらいあったんじゃないですかだから地方税も含めると9割ぐらいねあの税金を取られてたと思うんですけどねだから要は何が言いたいかっていうとあのそういうね、まあ、ビートたけしさんみたいなあのすごくこう有能な方で、えー、勝っちゃう方とね勝っちゃう方と。 ね勝てない芸能人の方で格差社会が広がるじゃないですか。で孫正義さんの方、孫正義さんのような素晴らしい方とですね負けちゃった方でやっぱり所得のね、えー、格差が生じるじゃないですか。これがまあいわゆる格差社会ということなんですけども資本主義市場経済というのはまあ競争原理を働かせるうね、えー、まあ社会ですから要は勝ち組負け組でどうしても出てくるんですね。でそれをやっぱり放置するとですねやっぱり良くない。 状況が生じるんですね。まあ極端な話テロが起きたりだとかするわけですよ。でテロができたら幸せですかって言ったら幸せじゃないですじゃないですか。だから格差社会が生じるとですね、あいつらばっかり金儲けしやがってと。 俺は今日もお腹空かせでのりってことで、あの格差あの格差社会というのはやっぱり良からぬところに行っちゃうんですよね。だからまあ稼ぎすぎてた方からまあビートダスさんすいませんけど、えー、税金をね、えー、まあ200億稼いでまあその9割のね180億税金払ってくださいと。 孫正義さんすいませんけど税金払ってくださいとういうことになるわけですね。それ分配すするわけですよ、ねまあ、最近よくね、えー、その分,配分配政策が必要だというふうにねあの岸田総理大臣は言われておりますけどもあのだから分配っていうのが出てくるわけですよね。それはやっぱり格差社会が広がりすぎる、まあ、格差社会が生じるというのはもうこれ資本主義市場経済しょうがないですよ。 勝っっちちゃゃううう人人と負けけてててのはどうしても出てくるわけですからね。だから1 0 0ル競争と同じですよ、ね、ボルトが勝っちゃうとそれボルトに負けちゃうとそういう人が出てくるじゃないですかそれももの競争社会ですからねそれはもうしょうがないですよねだからビートたけしさんのような勝っちゃう方と負けちゃう方ってのはどうしても出てくる勝っちゃう人は200億円ですよ年収、ね、で負けちゃう人は本当にもうお金があんまりない芸人さんっているじゃないですか だか,らそのね、だからビート・サーキさんからまあ、ね、200億の年収あんだから9割の180億を、ねえー、こう取ってそれを分配すると180億いうこと。180億って言ったらもう本当にちょ、まあ、かなりの大企業のですね登記純利益とかだったりもしますんでねすごいな一個人ですね180億払ってる人にいるんだなって思いましたけど、まあ、話はちょっと戻しますけどね。ですからあの公平的所得分配 政府の介入の目的根拠にあるんですね。 これもちょっと知っておいていただければと思いますね。で公平的所得分配ね。だけどね、あのー、これも必要なんですけどね、昔はだから9割ぐらいっていうのがね、あったんですよ。その漫才部分の時なんかね。だけど今それやっちゃうとね、国籍変えちゃう人出てきますんでね。だからシンガポールとかそういうね、ところに行っちゃうよっていう人が出てくるんで、アメリカとかね、ヨーロッパでもアイルランドとかだったら多分税金、所得税低いでしょうから、そういったところに国籍変えてっていう人が出てきちゃうんですよ。なので、あの今はなかなかね、 やっぱり、うん、金持ちいじめてもしょうがない,しょうがないじゃないかと、ねえー、いうことで、えー、所得税はだいぶ下がりましたけどということでありますけどね。ですかかねね、えー、こんな感じででしょうか、ね、ではですね、えー、お時間の方があちょっと来ておりますのでここでですね一旦休憩の方ですね取らせていただきます。 はい。えー、それはですね、講義を再開させていただきます。えっと、5ページになりますね。えー、算数、数学の話をですね、えー、まず5ページ、それから6ページでですね、させていただきます。えー、っとですね。<laughs> こちらになで、まず、丸一番なんですけども、直線ですね。で、それに対して、丸2番で曲線の場合ということでありまして、まあ、皆さんは対比して、えー、あの、頭の中に入れていただければと思いますけども、あの、直線の場合の傾きとですね、それから曲線の場合の傾きというのは、実はちょっと違いがあると。だけど、同じところもあるということで、まあ、そこですね、押さえていただきたいんですけども、 y イコール x プラス b というですね、まあ式でですね表現されますよね。まあこれ中学校の一年生とか二年生で勉強するんですかね。ちょっとよくわかりませんけども、y イコール x プラス b っていうのがあったじゃないですか。例えば横軸に x を取り、縦軸に y を取って y、y イコール x プラス b という数式であればですね、これをちょっと思い出していただきたいんですけど、ポイントはねここなんですよ。縦軸なんですね。ポイントは縦軸でありまして。 縦軸が Y の場合はですね Y イコールの形にですね数式をですねあの表現してあげるといいことづくめなんです、ね、皆さん今度数式をね、えー、まあ,あ考えるときにですね、えー、縦軸に注目してください縦軸が Y であればこの数式を縦軸の Y イコールにの形にするといいことづくめなんですね何がいいことがあるのどんないいことがあるのかと えー、右辺ですねイコールの右側ですね横軸が今回 X なんですけど横軸にくっついてるやつがこれ傾きなんですよで残りの部分が切片なんですよ、ね、で切片って何かなってうつとこの線とですね縦軸がぶつかってるところこれを切片と言いますですから切片が例えば今回 B なんですよ、ね、で傾きが今回 A なんですね この縦軸イコールの形にしてあげて横軸の、X、にくっついてるやつが傾きであるとで傾きが A っていうのはどういうことかっていうとね、X、が1増えるとで傾きが1っていうのは横に1個増えると上にね、y、が A だけ増えるとで傾きが A っていうのは、X、がが個増えると y が A 個増ええるるとと。Y これが傾きが A の意味ですね。 だからこの y=x+b の形にするとですね傾きと切片が分かりますよということですね。でね、えー、この傾きというのは直線の場合ですね一定になります傾きというのは。だから例えば A 点で取った時の傾き B 点で取った時の傾き C 点で取った時の傾き直線であればどの点でこの線上のどの点で取ったとしても傾きは同じになりますよと。 で例えば今回傾き A がですね1であれば、1行ったら上に1行く、1行ったら上に1行く、1行ったら上に1行く,くということで、どの点で取っても傾きが1ですよということですねどうですかね。 で、傾きという概念をですね、より抽象的に捉えるとですね、こういうふうに表現できるんですね。デルタ X 分のデルタ Y というふうに読みます。デルタ X 分のデルタ Y というふうに読みます。三角形って何ですかっていうと、三角形はデルタというふうに読むんですね。でね、デルタって何ですかっていうと、変化分。いしは変化量、増加分、増加量。何でもいいんですけども、えー、デルタというのは変化分を意味してるんですね。 変化分ってい,い,いうのは変化した部分なんですよ。変化分というのは変化した部分ね。ですか。デルタ X 分のデルタ Y っていうものの構成要素にデルタというのがあるんですけどもデルタというのは変化分なんですね。だから X の変化部分の Y の変化分というふうに表現されているわけなんですけど意味合いとしてはこうですね。 デルタ X 分のデルタ y っていうのは傾きなんですけども意味合いというのはこうです X が一単に増加したときにどれくらい Y が変化するのかこれを意味してるんですね。傾きっていうのは、ね、X が1増えたときに、ね、Y がどれくらい変化するのかを表してるこれが傾き。で傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ y で表現でき意味合いっていうのは X が1、ね、増えたら。 横に1いったら縦にどんだけ y がね縦にどれだけ変化するのかこれを表現しているのが傾きでありこの数式なんですね。でこの、X、っていうのはね今横軸の変数というふうに書いておきましたけども変数って何ですか変数っていうのは変数っていうのは変化する数です。ね 変化する数のことを縮めて変数というふうに言います、ね。変数っていうのは変化する数のことを言います。縮めて変数というふうに言うんですね。だから、x っていうのは変化する数なんですよ。x は1の時もあれば、2の時もあれば、3の時もあれば、4の時もあるということで、x っていうのは変化する数のことを言うんですね。でこの x がですね、1増えた時に、縦軸の変数である y が何単変化するのか、これを表してるんですね。 デルタ、x、分のデルタ y というのは傾きなんですけど傾きっていうのは x がはいえ1個増えた時に y が何個変化するのかこれは表してるんですね。デデルタ x 分のデルタタ X の Y を見た時にこのですね関係を皆さんに読み取っていただければと思いますね。でまあ直線の場合はねこれね接線の傾きの接線って通常言いませんね直線の場合は傾きっていうふうに言っちゃいます。 それに対してこれからやる曲線の場合はですね接線の傾きっていうふうに言いますんでまあ言葉は一応ね私分けてますけれどもまああの分けた方分けるんだなぐらいで構いません。では今度曲線の場合ですね。 え曲線というのはグニャッとした線ですね同じく横軸に、X、縦軸に、y、なんですけども、えー、曲線ですねで今回上に凸の曲線ということねこの上に出っ張ってる、ね、上に出っ張ってる上にとんがってる線のことをですね上に凸の、えー、曲線というふうに言いますねぐにゃっと曲がってる線で上に出っ張ってる線を上の凸の曲線というふうに言いますんで押さえておいて頂いければと思いますね ね、接線の傾きがだんだん小さくなる。ね、傾きは一定にならない。ね。接線の傾きがだんだん小さくなる。ね。だから、そこのところが。ね、直線の場合と違うんですよ。直線の場合というのは傾きが一定なんですよ。ね、A. 点で取る、B. 点で取る、C. 点で取る、ね、傾きは一定なんですよ。ね。一方で、この曲線の場合っていうのは傾きは一定にならない。A. 点と B. 点と C. 点で傾きを取った場合、一定とならないんですね。 まず、その、相違点ですね、押さえておいていただければと思いますね。じゃあね、あの、接線の傾きなんですけどもえ、接線の傾きってそもそもどういうふうにね、うん、捉えていけばいいんですかっていうと、例えば A、A 点の接線の傾きっていうのは、ね、この曲線で A 点を取ってあげて、A 点に接するような線を引いてあげて三角形を作るんですよ。で、そこで出来上がった傾きを接線、A 点の接線の傾きと言います。で、B 点の接線の傾きっていうのは、B 点で接線を引くんですね。で、三角形 作ってあげてそこで出来上がった傾きを B 点の接線の傾きと言いますえ C 点の接線の傾きは C 点で接線引きますそして三角形作りますそこで出来上がった傾きを C 点の接線の傾きと言いますね,ねで接線の傾き大きさ違うじゃないですかね、曲線の場合っていうのは傾きは一定になりません ね、まずそこのところを押さえといてくださいね対比してくださいね対比ね、えー、この直線の場合とそれから曲線の場合違うところは何か、ね、接線の傾きが、ね、直線の場合は一定、ね、一方で曲線の場合は、ねえー、変わるというところですねそこが違うところであるということですねこれはそう点ですねだから対比というのがとても大切になってきますんでねいすか で、えっと、今回ね、上に凸の場合は、どういうふうな状況かっていうと、ここなんですね、接線の傾きがだんだん小さくなるっていうね、上に凸の曲線の場合っていうのは、接線の傾きが一定にならないんですけど、特にですね、だんだん小さくなるという傾向にありますね。例えば、A 点の接線の傾きは、どういうふうに表現するんですか数学では、デルタ X 分のデルタ Y というふうに表現します。デルタ X 分のデルタ Y っていうのは、横のものが1個増えた時に Y が何個増えるのかを表している。これが、デルタ X 分のデルタ Y。 で A 点では例えば x が1増えたら y が10増えるとねそういったあ意味合いなんですねで B 点ではどうかつと x が1増えたら、ね、x が1増えたら B 点の接線のか x が1増えたら y が6増えますとこれが B 点における接線の傾きは6という意味、ね、いいですかで C 点では接線の傾きデルタ x 分のデルタ y が2なんですよ x が1増えたら、ね、x が1増えたら、ね、y が2増えますよと。 で接線の傾きとていうのはねだんだんねこのような上に凸の曲線の場合は一定にならないんですけどだんだん寝てくる小さくなるんですよ、ね。A 点だったら1個いったら10も上がるんですよ。で、ね、B 点における接線の傾きだったら、ね、B 点における接せの傾きだったら1個いっても6しか上がらないですよ。C 点における接線の傾きだったら1個いって,も,い、ねっね、いっても2しか上がらないんですよ。 つまり上に凸の曲線の場合っていうのは接線の傾きがだんだん小さくなるとそういった性質があるんですね。ですかね、えー、この、X、が1増加した時にどれくらい、y、が変化するのかなそれが接線の傾きの意味なんですけど A 点においては 10B 点においては 6C 点においては2とね。 A 点において B 点において C 点においての接線の傾きなんですけれどもだんだん小さくなるということですね。だんだんん小さくなるという小さくなるんだっていうことですねですかね。 だだからよくく押さえといてくださえていいねあの。こっちは同じですよ A 点においても B 点においても C 点においても接線の傾きが A 今回例えば1であれば、ね、A 点においても 1B 点においても接、えー、傾きが 1C 点においても傾きが1ってことね直線だったら一定なんですよ傾きがだけど曲線の場合接線の傾きが162っていうことで違うんですよで上に凸つの曲線の場合はだんだん傾きが小さくなるんだっていう性質があるんですね えー、そんなところを押さえといていただければと思いますね。えー、傾きってね。あのー、とても大切なんですよね。そこをさ、初めに言えば良かったんですけども、なんでお前いきなり傾きを、について語ってんだというふうに思われたかもしれませんけど、そこをまず言うべきだったと、今思いましたけど。あの、傾きってね。 経済学においてとても大切なんですけども何が大切かっていうと条件を経済学では示していくんですよ数式でね条件を経済学では数式で示していくんですけどもその条件を形成する際に概念としてよく傾きを使うんですよ なので傾きについてまずちょっと知っておかないといけませんねということでですね、うん、お話しさせていただいたんですねお前何いきなり傾きについて語ってんだっていうふうに思われたかもしれませんけどちょっとそこを初めに言うべきだったなというふうに思いましたすいませんでしたでは、えっと、7ページになりますね えー、一応本格的な中身になりますね。えー、ミクロ経済学の一番消費者1ということで前置きはあこれぐらいにして中身ということでありますけども、まず一万目効用関数ですね、えー。消費者っていうのは目的なんでしたか。先ほど申し上げましたけど効用を最大化するということでした。じゃあ紅葉っていうのは何ですか。満足感ですね。で効用関数関数って何ですかってことなんですけども関数というのは何か数と数の対応関 関係のことを言います、ね、関数っていうのは数と数の対応関係のことを言いますねだから関数ってねだからこの数と関係の間ですね数と数の対応関係これが関数ですねで関と数だけを取って一つの単語としたんですね で関数というのはですね、より厳密に言うとこうなんですね。例えば x と y というね変数があった場合、ね、x の値が決まるとですね、y の値がただ一つに決まるという関係にあればですね、y は x の関数であるっていうふうに言ったりして、数式で言いますとですね、y 等る f (x) っていうふうに、ね、表現したりするんですね。y 等る (y 等る f (x)) っていうふうに表現したりするんですけど、これの意味合いはね、この x の値が 決まるとですね X の値が決まると Y の値がただ一つに決まるんだとね、えー、そういった意味合いなんですね,ねで、そういった場合まあこういうふうに数式では表現するんですけど読み方はですね Y は X の関数であるっていうふうに言うんですねまあ例えばちょっと先にこっち先取りしましょうかね、えー、ビールの消費量とお、えー、満足感こういうの関係なんですけどビールゼロ杯の消費量のとき満足感はゼロですよと ビール1杯だったらあ満,足満足しますんでね、えー、嬉しいということで満足感は30ですよと、ね、ビール1杯増やすとですね満足感は、ねえー、20増えてですね50になりますよと、ね、ビール3杯になるとさらに満足感が増えて、えー、60になりますよと6杯だったら満足感はトータルで80になりますよと。 ということで、まあ例えばね、満足感を便宜的に数値化できるというふうに前提、まあ仮定を置けばということですけども、こういうふうになりますね。で、この数と数の対応関係ね。 ビールの消費量が決決ままればのの水準ががるビールの消費量が1と決まれば紅葉の水準が30に決まるビールの消費量が2と決まれば紅葉の水準が50に決まる、ね、このおービールの消費量が決まったら紅葉の水準がただ一つに決まるというこういった関係にありますんで、えー、こういった時にですね、えー、そのね、えー、おお関数として、まあ、この状況を表現できるわけですね。 紅葉はビールの消費量の関数でであるるいうふうふになるわけですね X の値ビールの値が決まればですねビールの消費量が決まれば紅葉の水準が決まりますんで紅葉はですね紅葉はですねビールの消費量の関数であるっていうふうなことで表現できるんですね。 えー、では、あまあ、これが関数ということでありました、ね。で、y コール fx っていうふうによく数,数学的には表現するんですけど、f って何ですかって言うと、f っていうのは英語で言うとファンクションなんですよ。f っていうのは、えー、ごめんなさい、関数っていうのは英語で言うとファンクションなんですけども、それの頭文字を取って f というふうに言ってるんですね。 だけど絶対 F を使わなければいけないかっていうとそうじゃなくて G でもいいし H でもいいし何でもいいんです。ね、だけど F を使うことが多いということ、ね、別に関数はファンクションだからえ頭文字を取って F を使ってるということであって別に F を使うことが多いですけど F を使わなくても全然構いません。えー、G だったりね H だったりねの F 以外も使うと。ね でまあ、これが公用関数の関数の意味合いなんですけども、さらにですね、経済学ではちょっと前提的なお話をさせていただきますと、あと単純化ですね。単純化。単純化をして考えていくわけなんですね。で、まあ、消費者についてこれから考えていくわけなんですけど、いきなり消費者全体について議論しません。えー、なぜかというと、複雑だから、ね。単純化して考えましょうと。 一消費者の動ききを考えていきましょうこれがミクロなんですねでその時にねいきなり財の数もいっぱいあると考えません世の中には財の数がいっぱいありますけどもいっぱいあると考えません1財しかないというふうに単純化して考えるわけですねでだんだん複雑にしていくわけですよだんだん複雑にただ、えー、財の数を2財までしか増やしません 2財モデルというふうに言いますけど、これから勉強していきますけどね。えー、財の数は1財から2財に増やします、ねえー。消費者はどんどん増やしていくんですけども、財の数は1財から2財に増やします。で、2財から3財に増やすのかつって言ったら増やしません。で、なんで増やさないのかって言うと数学が難しくなるから。ね、えー、なんですよ。あのー、2財までだったら、一応平面に図を描くことができるんですよ。 3歳以上になると3歳になると立体図形になりますだから書くの大変です4歳になるともう数式の世界では表現できますけど、えー、グラフに表現できません4歳以上になるとね3歳だったら立体図形で描けますだからもうあのー、そうなると大変じゃないですかなので、まあ、数式の世界では表現できるけど2歳以上だったらね 4材以上だったら、2材でもちろん、数式で表現できますけど、4材以上だったら、グラフには表現できなくて、数式でのみ表現できますけど、そうしたらもう本当に数学が難しくなってしまいますんで、経済学の不動産鑑定試験では出ませんので、出たとしても没問、誰もできないということですから、2材までで十分というふうに思っていただければと思いますね。で、2材のことで言えるというのであれば、複数に、財を拡張してもですね同じように言えます。なので、2材モデルで十分なんですね。 では、えー、っと、次です。えー、まあ、まず一財モデルね。 状況なんですけども、消費者がいる、私、森田隆二がですね、まあ、生産者、居酒屋に行くんですね。で、まあ、金払ってビールを飲むということですね。で、私、森田隆二はですね、ビール飲んで、雇用を最大化しようと考えているわけであって、一方で、生産者、居酒屋はですね、えー、私にビールを売ることによってですね、利潤最大化を目的としてるんだと。で、一材モデルということですから、メニュー表私が見ますとですね、ビールしか書いてないということですね。ビールだけでね、ちょっと、あの、 過ごす居酒屋で過ごすっていうのも結構ちょっとつらいなっていうような感じがしないでもないですけどまあ一材モデルっていうのは、まあ、そういうものであると。で、えっと、便宜的にですね紅葉を数値化できるというふうにまあ単純化して考えているわけですね。 で、紅葉っていうのは、えー、消費量とですね、紅葉の対応関係を意味しておりまして、まあ、U イコール F っ X っていうふうにかんあの書いたりするわけですね。ビールの消費量がき、えー、決まればですね、紅葉水準がただ一つに決まるという関係であって、その関係が満たされるならば U イコール F っ X っていうふうに表現すると。で、この U イコール F X というのは U は X の関数であるっていうふうに読むんですね。 x のの値値が決決ままれば u はたただ1つの値ににるるとととそうういいった関係にあるということですね雇用関数っていうのは通常ですね上に凸の曲線すなわち先ほど見た曲線ですねまあ先ほど見た曲線ですし次のページでもいいんですけどこんな曲線上に出っ張った線上に凸の曲線というふうに言いますね。 で、上に一つの曲線というのはさっき勉強しましたけど、接線の傾きがですね、だんだん小さくなりますよね。接線の傾きがだんだん寝てくるということでありまして、接線の傾きがだんだん小さくなるんだったな、というところを思い出していただければと思いますね。では、例なんですけども、えー、X がビール1杯、U がー30の紅葉ということなんですけども、これを数式で表現しますとっていうことで、U イコール F で、ビールの消費量は X ですから、X のところに1代入して、そうすると、まあ、U が30になりますよということで、 これが具体例ということでありますね。ではですね、えっと、9ページに行っていただきまして、えー、具体的にですね、紅葉感想を描いていきましょうね。紅葉感想を具体的に描いていきます。えー、横軸に X、ビールの消費量をとって、縦軸にですね、紅葉、満足感、ユーティリティ、ユーティリティだから U って言うんですね。満足感、紅葉はユーティリティなんですよ。だから U っていうふうに言いますね。で ちょっと練習していきましょうか、えーっとですね、まずビールの消費量が0杯の時っていうのはビール一滴も飲んでませんから満足感得られませんということで満足感は0ということですねだから横軸のビールの消費量が0の時っていうのは満足感も0ということでビールの消費量が0の時満足感も0だから原点0のところに点が打たれるということになりますねで次です えビールの消費量が1の時満足感は30ということでビールの消費量が例えば1杯の時ですね満足感は U130 例えば30ですよと、ね、ビールの消費量が1杯の時満足感は30ですよと、ね、だからここに点が当たる、えー、で例えばビールの消費量が3杯の時60、ね、ビールの消費量が3杯であれば満足感は60であるとここに点が当たる ビールの消費量が3の時ビールの消費量が3の時満足感は60だとここに点が当たる、えー、同じようにビールの消費量が例えば6の時満足感は80ということでビールの消費量が6杯だったらトータルの満足感は80ですよということで6に対応して紅葉水準が80ということでここに点が当たるでこ,れをこの点をね全部つないでくださいで出来上がった線が紅葉関数というふうになりますね ね、紅用関数っていうのは通常ですね線の接,接線の傾きがですねだんだん小さくなるような形で描かれますよということでありますね。ですかね。であの。 こちらですねまず紅葉関数の性質ということで2つほどありますけども、ね、2つほどありますけどもまず1つ目ですねまず1つ目なんですけども、えー、消費の不法和の過程ないしは非法和の過程というふうに言いますけどもこれがまず1つ目の性質それは何かなつと材、えー、の消費量ビールの消費量が増えるとですね紅葉もどん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 ん高まると X が増えれば EU もどんどん増えていくということですねビールの消費量が1杯の時だったらビールの消費量が0の時だったら紅葉が0。 一杯の時だったら紅葉が30。三、ねえー、杯の時はですね、紅葉がですね、また増えて60、ね。ビールの消費量が6杯だったら紅葉がまた増えて80になると。 ね、ビールの消費量が増えればですね満足感は増えるという関係にあるんでこう右上がりに描かれるということですねだからビールのちょっと嫌いな方はですねもうビールを飲むと気持ち悪くなると、ねえー、そういった方はちょっと置いといてですねケーキでも何でもいいですよ、ね、ケーキが好きだというのであれば、まあ、それでいいんですけども、ね、そういうふうに考えていただければと思いますねでここでね大切な過程なんですけど消費の不法和の過程非法和の過程なんですよ それががななないいと右上がりにならないですねでまず、飽和ということがですね、ちょっと確認させていただきますけども、飽和というのは、いっぱいいっぱいになることですね,ね、いっぱいいっぱいになること、だから、えー、だからもうお腹いっぱいですよと、これが、不飽和ですね、で不飽和、ないしは非飽和というのは、いっぱいいっぱいになりませんと、底なしということですね。 おだからもうお腹いっぱいっていう状況あるじゃないですかこれが飽和するということなんですよで不飽和非飽和を考えてるんですね経済学では不飽和非飽和っていうのは底なしなんですよ、ね、だから普通ね、まあ、私なんかもうだんだん年取ってきても酒もあんまり飲めないとこういう、ねえー、ことになってきてるんですけどもあのー、まあいくらでも飲めるっていう人も中にはいるじゃないですか 昔ねあのアンドレザ・ジャイアントっていう方がいらっしゃったんですよあのプロレスラーでねもう残念ながら亡くなっちゃったんですけど世界の大巨人って言われて2メートル23センチですよアンドレザ・ジャイアントでね本当にもう酒底なしなんですよ ね飛行機ある時に乗りましたで飛行機乗って飛行機中の酒全部飲んじゃったということででさらに酒持ってこいみたいなね、えー、いっぱい飲んだ後にもっと持ってこいみたいなことですみませんアンドレさんもう酒切れちゃいましたみたいなねそういった状況になっちゃったということなんですけども飛行機の中にある酒全部飲むってすごいですよね一人の人間がねだからアンドレなんかは底なしなんですよね胃袋がねだからあのアンドレ・ザ・ジャイアントの胃袋を仮定していると いうふうに、まあ、経済学は考えてるということを、まあ、皆さんも頭の中に入れておいていただければと思いますね。だから通常気持ち悪くなっちゃうじゃないですか。ね、ビールもね、まあ、私だったらどれぐらい飲めるか分かりませんけども。 あ,のね、あんまり、まあ、最近ねコロナの影響でもう飲みに行くってこともなくなりましたし、まあ、私あの昨年ねあのちょっと入院してしまってねあのちょっと目をちょっとあの痛めてしまってね入院してしまってそれからまたなんかちょっとねあ,のあんまりこう、ね、酒飲むってことも全然なくなっちゃったんでねあの本当に今飲みに行ったらあすぐ酔っ払うんじゃないかなっていうふうにあの、えー、確信しておりますけども。あの えーまあ、したがってねあの今もうすぐいっぱいいっぱいにね、えー、私だったら多分なると思うんですけどもだけどここでは、ね、いっぱいいっぱいになりませんということを仮定しておりますと。 いう話なんですねでなんでいっぱいいっぱいになりませんって仮定するんですかと「いっぱいいっぱいになるっていうのが当たり前じゃないですか」ってことなんですけどもあのいうことなんですねいっぱいいっぱいになるっていうのが当たり前なんですけどもまあそんなことを言ってたらですねなかなか議論が成り立ちませんからまあとりあえずじゃあ単純化していっぱいいっぱいにならないっていうそういった状況で考えましょうやというまあ話なんですよ。ね でだからビール飲めば飲むほどですね満足感があるということで、まあ、したがってですねねこのねビール飲めば飲むほど満足感は高まっているということで右上がりにですねこう描かれるんだっていうことなんですね右上がりに描かれるんだという話ですねで次、ですね、えー、2つ目の性質なんですけども限界行為用、低減の法則ということでありましてですね低減って何ですかそれから限界って何ですかってことなんですけどもここからいきましょうね。 えっとまあ、限界紅用、えー、というのはマージナルユーティリティというふうに言いますので MU というふうに言ったりするんですけども、まあ、意味はね後ろのなんかこうあの回答がありますんでそこを見て、えー、皆さんメモっていただければと思いますけどこういう意味合いになりますね X 材の消費量を1つ増やしたらだからビール1杯おかわりしたらですね効用がどれだけ増加するのか効用がどれだけ高まるのかこれを限界効用というふうに言います。で1杯おかわり そうすると紅葉がどれだけ増えるのかを表しているこれを限界紅葉というふうに言いますね。ですか,ビール一杯をおかわりしまししままた紅葉が10増えましたそしたら、ねえー、限界紅葉が10と。ね、だから私がね、えー、授業終わった後ね、喉乾いたと、ね、喉乾いたんだとまあ飲みませんけどね、えー、喉乾いたと、ね。ビール一杯飲むと、ね、ビール一杯授業終わった後に飲んだら紅葉が例えば30増えましたと。 そしたら、森田竜二のですね、限界雇用三、三十ですよ。ね、で、それに対して、ビール一杯、飲みました。ね、効用が二十しか増えないんだったら、限界雇用が二十ですね、というふうになるわけですね。で、限界雇用っていうのは、その消費水準に応じて、全然、こう、違いますよ。 ね、だから例えばビールが0杯目の時の限界雇用っていうのはとても高いんですよビール飲みたくてしょうがないじゃないですかだけどビール10杯目の時っていうのはもうビールだん,もうだ,んだんねもう、うん、そろそろちょっと焼酎かなとかなってくるじゃないですかね、えー、ウイスキーかなってなってくるじゃないですかだからそのお消費量に応じてですね限界雇用というのは違ってくるわけねだからビールのし、えー、消費量が10杯目の時っていうのはもうビールのありがたみがですね、あのー、小さくなってますよ ありがたみが小さくなっている時っていうのは一杯おかわりしてもですねそんなに効用高まりませんよねだからビールゼロ杯目の時っていうのは喉乾いてると講義終わった後 飲みたくてしょうがないってことですから、ね、ビールゼロ杯面時っていうのは、ビール一杯飲んだらですね、紅葉がビヨンって上がるわけですよ。ね、紅葉が例えば三十とか上がるわけですよ。だから十杯飲んでますって時はですね。もうだいぶビールも飲んだしって状況じゃないですか。だからビールのありがたみが小さくなってるビールのありがたみが小さくなってる時に、ビール一杯お代わりしてもですね、ビヨンってあんまり伸びていかないんですよ。ね、ビールの、の、あの、消費の不飽和の過程を置いてますから、一杯お代わりしたら紅葉は上がるんですけど、そんなに上がりませんよと。と もうありがががたみが下がってきてきるんですだからビールい,っぱいおかかかわりししても例ええば5ぐらら増えませんとだからこれが限界雇用だから消費量に応じて限界雇用っていうのは違うってことですねであのねこれからまた触れますけど限界という言葉が出てきたら接線の傾きなんだなっていうふうに押さえて頂ければと思いますねだから雇用関数雇用曲線の接線の傾きなんだなっていうふうに押さえてくださいで限界雇用というのはこうです ねえー、デルタ X 分のデルタ U、ね、で表現数学的にはできる、ね、デルタ X 分のデルタ U っていうのはこうだったじゃないですか、ね、ビールの消費量をぱ杯増やしたときに、ねえー、X を増やしたときに X を1個増やしたときに U がどれだけ増えるのかっていうのがデルタ X 分のデルタ U ですよねだから、ね、まさに限界効用を数式化したらこのデルタ X 分のデルタ U で表現できるんですよ。ちょょっっとここプラスてて書いておきましょう ね、デルタ x 分のデルタ u っていうのは x を1増やしたときに u がどれだけ増えるのかっていうのを表しておりましたよね。がどれだけ変化するのかをかりしたときにがどれだけ変化するのを表しているこれがデルタ x 分のデルタ u。限界雇用っていうのは、A A、x をですね1個増やしたときに u がどれだけ変化するのか増えるのかを表現している。だから、えー、この限界雇用という概念を数式化するとですねデルタ x 分のデルタ u というふうに表現できるということね。 限界効用というのはビール一杯お代わりしたときに効用がどれだけ変化するのか増えるのかを表現している。数式化するとデルタ x 分のデルタ u で表現できる。なぜならばデルタ x 分のデルタ u っていうのは x を1増やしたときに u がどれだけ変化するのかっていうのを表しておりますから。これを数学化、数式化したら。デルタ x 分のデルタ u になるんだっていうことですね。でデルタ x 分のデルタ u であれば接線の傾きじゃないですか。デルタ x 分のデルタ u っていうのは接線の傾きですよね。これね。 えー、さっき勉強いたしましたけども、ね、これですよさっき勉強いたしましたけどもあこのね デルタ X 分のデルタ U っていうのは接線の傾きでしたよね A 点の接線の傾きも B 点の接線の傾きも C 点の接線の傾きもデルタ X 分のデルタ U で表現できましたすなわちデルタ X 分のデルタなんとかっていうのはこれ接線の傾きを意味しているってことね接線の傾きを意味しているですから ね、だから横軸が今回 x ね縦軸が今回 u ですから、ね、今回だから縦軸 y じゃないですよ、ね、縦軸が y だったらデデルタ X 分のデルタ y が接線の傾きね,ね縦軸が y だったらデデルタ X 分のデルタ y が、ね、だから縦軸と横軸は必ずチェックしてくださいね,ねだからこれさっきのねこれねえー、だ縦軸が y 横軸が x であれば接線の傾きはデルタ X 分のデルタ y ですよ。 今今ははの状況はこうですよで縦軸が U で横軸が X ね横軸が X で縦軸が U こういった時の接線の傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ u ですよ。ね、いいですかで。デルタ X 分のデルタ u が、ねえー、こう接線の傾きになりますんでねいいですか。であのー、こうね現どうしようかな。 で、まあ、先に、この数式の意味からいきましょうか。え、ね、で、ビールを一杯おかわりしたらですね、効用が十高まりましたよと。ね。 1>, えー、1杯おかわりしたら紅葉が10高まった、えー、それは経済学的には限界紅葉が10ですねっていうふうに言うんですけどもねえー、それは限界紅葉 mu ですねマージナルユーティリティっていうのはデルタ x 分のデルタ u というふうに数式上は表現できますけどもデルタ x はビール1杯おかわりプラス1ですね。ビール1杯おかわり プラス1でその時紅葉が10跳ね上がったってことですからデルタ u のところに10を代入して1分の10すなわち10ということですね。いいですか。こ、えー、こういうふうういいふに表現しますよということですねで先にこっちからいきましょうかね。えー、限界という概念なんですけれども、えー、数式上は、ね、デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数。 だから横軸が x 縦軸が y であればデルタ X 分のデルタ Y。今回のように横軸が x 縦軸が u であればデ、ね、デルルタタ X 分のデルタ U になります。ね、今回はデル横軸が x 縦軸が u だからデルタ X 分のデルタ u、ね、さっき勉強したのは横軸が x 縦軸が y だからそういった場合の傾きはですねデルタ X 分のデルタ y だから横軸の変数変化する数と縦軸の変化する数変数それが何かっていうのをちゃんと押さえると。 で今回は横軸が X、縦軸が U。だから、接線の傾きはですね、デルタ X 分のデルタ U なんですよ。で、ちょっと怖い言葉が出てきちゃいましたね。微分です。ね。微分という言葉が出てきちゃいましたけども、あの、経済学を勉強する際に、まあ、特に不動産鑑定試験のような難関資格ですね、を勉強する際に、どうしても微分ができないと合格点は取れないということでありまして、で、微分についての知識、これをですね、まあ、いずれ勉強いたします。で、えっ、ー、と、それはちょっとだいぶ先なんですけど、合格基礎講座 内で勉強いたしますね。不完全競争市場に入る一歩手前ぐらいで勉強するんですけれどもあの実はですねこの接線の傾きっていうのはですね微分することに計算上はできるんですよ微分することで接線の傾きをですね明らかにできるんですねですから微分することで接線の傾きを明らかにすることができるということであるんですけれども微分のですねまあ非常に難しい概念なんかをしっかりとですね勉強していくとしたら ままあ本当にに必要になりますよ90分で言うとねえー、でそこまでいりません経済あの不動産関連資源の経済学はね計算さえできれば合格できますんで、まあ、その辺は微分の深い理解とか求めずにですねうんまあ単なる計算のし、えー、まあそれだけだったら5分10分で終わりますんで、えー、不完全競争市場というのが第4章にあるんですけどもそこをやる一歩手前のところでちょっとね簡単にお話しさせていただきます。 だからデルタ X 分のデルタ U ないしは縦軸が Y だったらデルタ X 分のデルタ Y なんですけれどもこの接線の傾きというのは計算で求めるね具体的な計算で求める場合は微分するということになりますね微分の仕方はこれから勉強していきます で限界っていうのは接線の傾きでありそれを数式化するとデルタ X 分のデルタ u デルタ X 分のデルタ y である、まあ、すなわち算数上具体的な数,数字を求めるにはですね微分が必要になるということですね。で微分は後回し で「限界」という概念はですね文章で表現するとこうですねだから限界公用であれば横軸の変数であるビールの消費量が一旦に増加した時に縦軸の変数である公用がどれぐらい変化するのかを表すこれが限「限界公用」「限界」の意味ですね。ですか しっかりととえてておいいいただければと思いますねではここまでやってちょっとねブレイクを入れさせていただきますけどだから限界紅葉っていうのはね、えー、ビールの消費量がいっぱい増えた時に紅葉がどれだけ増加するのかを表す横軸のものが1増えたら縦軸のものがどれだけ変化するのかっていうのが要は限界の意味なんですけどもそれっていうのは、ね、限界紅葉 mu はデルタ x 分のデルタ u で表現できるじゃないですかと。 x が1増えたときに u がどれだけ変化するのかっていうのを言ってるっていうことはこれはデルタ X のデルタ u で表現できるじゃないですかと。で横軸が x 縦軸が u であればこれっていうのは接線の傾きだったりでするよねってことですよ。だからこうですよ。だから例えばえ a 点 b 点 c 点というふうにするならばね。 えー、ビールの消費量が X1 のです、ね、限界雇用はっていうとグラフの上では、ね X、ビールの消費量が1の時の限界雇用っていうのはこの1をですね,ね雇用関数上に対応させると A 点ですね A 点で接線引くんですねで三角形作ってそこで出来上がった傾きが限界雇用。ね、ビールのののの消費量が3の時の限界雇用っていうのは 紅葉曲線に三を対応させると B 点という点が打たれますけど B 点で接線の傾きを作ってあげてここが限界来1増えたときに紅葉がどれだけ増えるのか一増えたときに紅葉がどれだけ増えるのかそれが接線の傾きであると それはデルタ X デルルタタののででで表現ききますけど、ね、接線の傾きで限界行動を捉えるることができるビールの消費量が6杯の時は紅葉曲線に対応させて C 点とらえることができますけど C 点で接線の傾きを取ってあげてここが限界行動になるということですね。で、えー、紅葉曲線というのはこのように描かれる紅葉関数紅葉曲線というのはこのように描かれますけど、ね、傾きっていうのはね傾きっていうのはだんだん小さくなるんですよ。ね 傾きというのはだんだんん小さくなる紅葉曲線紅葉関数の傾きがだんだん小さくなるっていうね、えー、ことでありますけどこれ見てわかりますよね傾きっていうのはだんだん先生線の傾き小さくなってますよねでこれをね限界傾きっていうのは限界紅葉ですね,ね傾きっていうのは限界紅葉ですねでだんだん小さくなってるじゃないですかでだんだん小さくなることを定言って言うんですよ、ね、傾きっていうのはだんだん小さくなってますよねで傾きっていうのは限界行葉 で、だんだん小さくなることを低減というふうに言いますそういった法則があるということで限界雇用を低減の法則っていうふうに言うんですね傾きがだんだん小さくなっていく法則をですね。で低減ってねあのこれですよ、ね。低減というのはだんだん減るという意味合いね低というのはだんだんという意味ですから低減というのはだんだん減るということねだからあ限界雇用がだんだん減るすなわち接線の傾きがだんだん小さくなるというね、えー、現象が見て取れると。 ということで、まあこれって法則性があるねということで、まあ限界雇用低減の法則っていうのが、まあ実は経済学ではあ想定していると、そういうふうに見出していると、おそういうふうに考えているということでありますね。じゃあね、限界雇用がどうして低減するのかとね、グラフの上ではね。 接線の傾きっていうのは限界高用であるとデルタ X 分のデルタ U であると横軸に X 縦軸に U と取るならばデルタ X 分のデルタ U であるということでありますけれども、ね、じゃあなぜですね直感的に言ってあ限界高用って提言するんですかとその話は、えっと、12ページになりましてですねそこでちょっとお話しさせていただくということでありますではですねここで一旦ねブレイクの方をね入れさせていただきます はい、えー、それはですね授業の方再開させていただきます、えー。ページで言いますとですね12ページでありましてなぜですね限界雇用が低減するのかということですね。雇、え、用、ー、関数というのはこのように描,けるあ描かれると雇用曲線雇用関数ですね横軸に X、えー、ビールの消費量縦軸に U、えー、満足感を取りましてですねこのように描かれるんですけども、えー、接線の傾きはだんだん小さくなりますよと、ね、ちょっと書いておきましょうか。 A 点, B 点 C 点ね、A 点から B 点 B 点から C 点で接線の傾きがどんどん小さくなっていくということですね。でなんで小さくなるんですかとで例えば A 点においてはですねビール一杯お代わりしたらですねこの傾きね傾きが10ね例えば A 点においての傾きを10だとしますよ、ねねえー、ビール一杯お代わりしたら紅葉が10増えるこれがあですね A 点における接線の傾きが10の意味ね。B 点で の接線の傾きってね、A 点よりも明らかに小さいですよね A 点よりもね、傾きが A 点よりも B 点の方が傾き寝てますよねで、どうして B 点の方が傾きが小さいのかっていうことなんですよどうして B 点の方が傾きが小さいのかっていうのをこれから説明しますけど、えー、まず B 点というのはそもそも例えばービールい杯ぱいお借りしたら高揚が5しか増えないということですねで、どうして傾きが小さくなるのかって言うとこうですよあ,ありがたみを考えてください、ね、ありがたみをね ビールの消費量が x1 例えばどうしようかなビールの消費量が2杯にしましょうビールの消費量が2杯の時っていうのはねビールの消費量が2杯の時に1杯お借りしましたとビールの消費量が今2杯ですと1杯お借りしました2杯の時に1杯お借りしましたそしたら紅葉が10増えるとビール2杯の時っていうのは ね、まだまだちょっともう少しビール飲みたいなっていう時なんですよ、ね、例えばね例えばなケーキでもいいですよ、ね、一杯お借りしたら例えばもう少しビール飲みたいなっていうことですから効用が10も増えるという話ですね一方でビール5杯飲んでる時っていうのはもうありがたみが小さくなってきてるんですよ、ね、ビールの消費量が5杯の時っていうのは、ね、ありがたみで考えるともうビールだいぶ飲んだなってことですからビールのありがたみが <laughs> 小さくなってきてるんですよ ビール2杯の時っていうのはもう少しビール飲みたいなってことでありがたみがでかいんですよだから消費量が少ない時と消費量が多い時でですね同じビールなんだけどありがたみが違うんですね消費量が少ない時っていうのはありがたみがでかいんですよありがたみがでかいから1杯おかわりしたら紅葉がものすごく増えるそれに対してビールの消費量が5杯というふうに多くなっちゃうとありがたみがもうビール小さいんですよ1杯おかわりしてもありがたみが小さいからあんまり紅葉が増えないっていうことね ですから、ね、限界雇用ね限界雇用っていうのはせっせいの傾きですけどもビール1杯おかわりしたら、ねえー、このビールの消費量が少ない、X、消費量が X1 ビールの消費量が2杯の時っていうのは、ね、10も雇用が増えるということで限界雇用が10それに対してビールの消費量が5杯ビールの消費量が多くなってる時っていうのは、ね、ありが,たみが小さいんですビールのあり財、ね、の希少価値ってこれマーカー引いておきましょうか財の希少価値ね。 消化値が小さくなっちゃってるってことねで、こういった時っていうのはありがたみが小さいから一杯おかわりしても5しか紅葉が高まらない、ね、限界紅葉は5なんですねいいですか、ね、だから限界紅葉は減るということになりますねビールの消費量がですね多くなっちゃうとありがたみが小さくなっちゃうだから一杯おかわりしてもですねあんまり紅葉が高まらないなっていうことなんですね だからそれをグラフで言いますとですね,ねグラフで言いますとせっせの傾き1杯おかわりしたら消費量が少ない時は10も高まるだから傾きが大きい、ね、それに対して B 点っていうのは消費量が多くなっちゃってるその時1杯おかわりしたらどうなるのか、ね、ビールのあり方がもはや小さくなってるから紅葉がそんなに増えていかないだから、えー、5しか増えないだから傾きが5ということで傾きは小さくなるかだから C 点だったらもっとねあり方が小さくなってるんですよ。 C 点だったらビールの消費量が増えてるからもっとビールのねあり方みが小さくなってるから一杯お替わりしても一杯お替わりしてもちょっとしか紅葉高まらないだから傾きは小さくねより小さくなるということねだから傾きはどん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 小さくなるこれは限界がどどどどんんんん小さくなるとこねそれは法則であるということで「限界紅葉低減の法則」っていうふうに言われるんですね。 ありがたみが関係してきてるということですね。だからこんなのを覚えてはダメですよ。ね、消費量少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがない。ね、ビール飲みたくてしょうがないから一杯お借りしたらビヨンってあの紅葉が高まるんですよ、ねで。ビール5杯も10杯も飲んでてもうお腹いっぱいなんですよ、ね。お腹いっぱいだからビールのありがたみが自分の中ですごく小さくなっている。財、ね、の希少価値、ビールのありがたみがすごく小さくなっているから一杯おかわりしても。ね、お借りしてもあんまり紅葉が高まらないといこと、ね、だから同じビールであったとしても、ね 希少価値とといいううのは違ってくるてこと、ね、自分の消費量によってね自分の消費量がぐっと少ない時は同じビールでも高揚がものすごく高まるんですよ、ね、でビールの消費量が自分の中で多くなっちゃってる時は自分の中でのビールの、えー、希少価値ありがたみが下がってるわけですからおかわりしてもちょっとしかねちょっとしか高揚が高まらないということ、ね、いいですからそれを限界高揚という概念で経済学で捉えている。 それを接戦の傾きで経済国では捉えていくという話なんですね。で,すかねでは、えっと、今度その次いきましょうね、えっと。二材モデルですね、ようやくいきますね。 えっと二材モデルというところなんですけども、まあ、今までね、まあ、私森田隆二がですね居酒屋に行くと消費者生産者ということで消費者である森田隆二は紅葉最大化生産者である居酒屋はですね利潤、えー、最大化ということですねだ今まで一材モデルですからねビールしかなかったんですけども二材モデルということでね、えー、ビールに加えて芋焼酎が登場するわけなんですよね。 無差別曲線という言葉が出てきますけれども無差別曲線というのは何ですかというとそもそもちょっと無差別というところからいきましょう無差別というのは何かなというと無差別というのは公用に差別がないという意味無差別というのは差別がない何に差別がないの公用になんです公用に差別がないことを経済学では無差別というふうに言います英語で言うとインディファレンスですけどね公用に差別がないんだな 公用に差別がないということは公用に差がないすなわち公用が等しいということですねだから無差別っていうのは等公用公用が等しい等公用という意味になるんですねじゃあ具体的にいきましょうかね例なんですけども、えー、例えばパターン1っていうのは何かなうとつとビール1杯です芋焼酎は7杯ですその時満足感が例えば100だったとしましょうパターン2ですビールが9杯です その代わり芋焼酎の消費量が少ない芋焼酎消費量いっぱ杯ですとこの時も満足感が100だったとしましょう、ね、満足感に下がありませんねこういった時パターン1とパターン2は紅葉が等しいからパターン1とパターン2は無差別ですっていうふうになるわけですね。ですから紅葉に差がない状況を無差別というで今回だったらパターン1とパターン2これ紅葉に差がないと同じ紅葉が100だから。 こういうの差がないということですね。だからパターン1という消費量の組み合わせとパターン2という消費量の組み合わせ、今回においては差がないということですから、パターン1とパターン2は無差別というふうに経済学では言うんですね。無差別という言葉を押さえておいていただければと思いますね。で、無差別曲線というのは無差別なね無差別である消費量の組み合わせ点をですね繋いであげた一本の線なんですね。無差別曲線というのは無差別な点を繋いであげた一本の線なんですよ。 ではこちらになりますね差別曲線なんですけども、えー、例えば、x、はビールの消費量ですねで y は芋,芋焼酎の消費量ですねで原点0ロ。ビールの消費量を x 芋焼酎の消費量を y といたしますでえー、と例えば、えー、x1 っていうのはビールの消費量が1そして、えーえー、y2 っていうのは芋焼酎の消費量が7ですねですか。 ビールの消費量が1、芋焼酎の消費量が7の時っていうのは、このビールの消費量が1と芋焼酎の消費量が7の時の消費量の組み合わせっていうのはこの A 点で表現できるんですね。ビールの消費量が1です。芋焼酎の消費量が7です。その時の消費量の組み合わせっていうのは A 点で表現できます。ね、でこの A 点の, A 点のですね、満足感が例えば100だったとしましょう。A 点の満足感が例えば100だったとしてください。で次です。 えー、ビールの消費量が9ですで芋焼酎の消費量が1ですその時の消費量の組み合わせを B 点だとしましょう、ね、ビールの消費量が9芋焼酎の消費量が1その時の消費量の組み合わせを B 点だとしますねで B 点もですね満足感が効用が100だったとしましょうね B 点もね B 点という消費量の組み合わせも効用が100だったとしましょう でもう書きませんけど C 点という消費量の組み合わせも紅用が100だったとしましょう D 点も、ね、D 点という消費量の組み合わせも紅用が100だったとしましょうでこのようにですね消費量の組み合わせですね A 点 B 点 C 点 D 点とありますけども共にです、ね、功用が100なんですすねがなんこの紅用が100のです、ね、点を全部つないであげた1本の線を無差別曲線というふうに言うんですね。 A 点も紅用が 100B 点も紅用が 100C 点も紅用が 100D 点も紅用,用が100にだ、功用が100になるですね消費量の組み合わせを表している点を全部つないでください。で出来上がった線を無差別曲線というふうに言うんですね。ですかね。無差別曲線をどののよううに作るのかというといころですけれども えー、押さえておいいいただければと思いますねで無差別曲線というのはいっぱい描くことができるんですよ。紅葉が100の水準の無差別曲線。紅葉が110の時の無差別曲線。紅葉が120の時の無差別曲線。いっぱい描くことができるということでありますね。ですかね。では、えー、と15ページですかね。限界代替率という言葉になりますね。 で英語で言うと、マージナルレイトオブサブスティテューションということで、頭打ち取って MRS っていうふうに言ったりするんですけども、限界代替率ですね。まあ意味は後でね、後ろのところを見て、ちょっとメモっていただければと思いますけども、私、口頭でね、今からお話しさせていただきますね、限界代替率の意味ね。一言で言うとね、2剤の主観的な交換比率なんですね。 2歳の主観的な公開比交換比率えー、表現するならばこうですね X 剤の消費量を一旦1個増やせるなら Y 剤を何個ですね諦めてもよいのかなというのを表しているそういった概念交換比率なんですよ、ね、ビールいっぱいおかわりできるんだとしたら芋焼酎をまあそうだなな杯諦めてもいいかなビールいっぱい飲ませてくれんだったらもう自分は芋焼酎ちょっと5杯諦めてもいいですよと。 いう状況であればですねあんたの限界代替率は5ですねという風になるわけですよね、ね、それに対してねビールめちゃめちゃ飲みたいとちょっと今日はビールの気持ちだとねうん、ビールめちゃめちゃ飲みたいんだビール一杯お借りできるんだったらもう芋焼酎ないもう三十杯諦めてもいいですよというのであればあなたの様の限界代替率は三十ですねという風になるわけですねだからビールと芋焼酎の交換する比率ね一杯おかわり 一杯飲ませてくれるんだったら、自分の手持ちの芋焼酎三十諦めてもいいですよと。ね、ビール一杯飲ませてくれるんだったら、自分の手持ちの芋焼酎三十諦めてもいいですよということで。ビール一杯と芋焼酎の交換する比率。一に対して三十だとか。一杯に対して五十だとか。一杯に対して二分の一だとか。 その、ね、ビール１杯に対する交換する比率これをね主観的なね主観的な交換する比率を表しているこれを限界代替率っていうんですよ。抑、ね、えといていただければと思いますね。だから限界というふうにつくとこ,この,あの図式で表現できるんですけどもビール１杯おかわりするんだとしたら芋焼中の消費量どれだけですね減らしてもいいのか。 限界っていうのは1個増やしたらもう一方がどんだけ変化するのかってことね1個増やしたらどんだけもう一方が変化するのかってことね1杯増やせるんだったら芋焼酎をどんだけ減らしてもいいのかってことねビール1杯おかわりできるんだったら芋焼酎をどれだけ減らしてもいいのかってことを表してる。だから具体例 ビール例えば1杯おかわりできるんだとしたら自分は3杯マイナスでもいいよと、ね。ビール1杯おかわりさせてくれるんだったら自分の手持ちの芋焼酎3杯減らしてもいいよとマイナス3杯でもいいですよと、ね。こういった状況の時限界代替率はですね3になると。1手に入れるんだったらマイナス3でもいいですよとマイナス3のマイナスを無視した値をここに持ってきてですね、えー、限界代替率は3というふうになるわけですね。 1>, で1増やせるんだったらマイナス3でもいいですよってことなんですけどここのス一をですね無視した値これをね限界代替率をするんですよ。でマイナスの値を無視したマイナスを無視した値のことを絶対値っていうふうに言います数学ではねこれも覚えておいてください絶対値ということ一、ね、1杯おかわりできるんだとしたら芋焼酎ス3倍でもいいですよとでこのマイナス3倍のマイナスを無視した値これを絶対値と言います。 マイナスを無視した値のことを絶対値と言うんだということを押さえておいてください限界代替率というのは絶対値で表現するということですね一杯おかわりできるんだとしたらマイナス三倍でもいいんですよイモジョージュはだからあ数式で言うとね数式で言うとデルタ X 分のデルタ Y にこれは表現できるんですけども、ね、デルタ X がプラス一デルタ Y がマイナス3なんですよだから一分のマイナス三すなわちマイナス三なんですよ デルタ X 分のデルタ Y でねだけど、えー、マイナスを無視して絶対値として限界代替率は捉えていくということになりますんでマイナスを無視した値で考えてくださいでねなんでマイナス無視するんですかってことなんですけどね 先頭に、えー、まあこうねなんでマイナスを無視するのかというとねちょっとこここれから説明しますけどこれね、えー、プラスで定義する習慣があるんですよ限界代替率っていうのはね限界代替率がマイナス限界あのビールの限界代替率がマイナス3ですとかビールの限界代替率がマイナス50ですとかねマイナスがくっつくと煩わしいじゃないですかビール1杯お代わりできるんだとしたら芋焼酎を例えば30杯諦めてもいい、ねえー、限界代替率はマイナス30ですと。 ね、芋焼酎はあの、えー、ビールを一杯お借りできるんだとしたら芋焼酎を、えー、5杯諦めてもいい限界代替率はマイナス5ですっていうふうになるとマイナスがくっついてると何かこう何言ってんのかなっていうふうになるじゃないですか、ねえー、なんか煩わしいじゃないですかなのでもうプラスで、えー、分かりやすいように表現しようということで、まあ、限界代替率というのはあのマイナスを無視して表現しよう、えー、つまり数学の言葉を使うと絶対値をの概念で表現しようと。 ういうことでありましてですね。まあ、したがって、マイナスを無視してですね。ね、マイナスを無視して、限界代替率を捉えていくということね。ビール一杯、おかわりできるんだったら、したら芋焼酎、ええ、三杯減らしてもいい、マイナス三倍でもいいということなんですね。ね、で、限界代替率っていうのは、じゃ、あマイナス三ですかというと、いやいや、違いますと。 マイナスをつけて表現すると煩わしいんでしたがってマイナスを無視した値で表現します、えー、マイナスを無視した値のことを絶対値と言います絶対値で表現するんですよということですねであの、いっぱいおかわりできるんだとしたら芋焼酎をどれだけ減らしてもいいのかというのはデルタ X 分のデルタ Y ですねで、これが実は無差別曲線の接線の傾きです ねこれが無差別曲線の接線の傾きになりますね後でちょっと説明しますよ無差別曲線の接線の傾きねで、えー、これというのはねデルタ x 分のデルタ y でプラ例えばこれを具体例にしますとプラス1分のプラス1分のマイナス3なんですよプラス1分のマイナス3なんですよねだから限界代替率っていうのはあの絶対値で表現するんで、まあ、したがってここにですねマイナスをね あのつけることによってプラスで表現してるんですよ。わかりますかね。mrs っていうのはね。全体でプラスで表現したいね。mrs っていうのは限界代替率。これ全体でプラスで表現したいね。で、デルタエクスプのデルタ y をそのまんま限界代替率としちゃうとマイナスになってしまうプラスで全体で表現したいからだからここにマイナスをつけてるということになりますね。ですかだから中のところに書いておきましたけど、先頭にマイナスをつけてるのは全体で。 プラスで表現したいいかかららそういう習慣があるからだからここにマイナスをつけてるんだということね。デデルルタ X 分のデルタ y はねっ、えー、ビールプラス1杯分の芋焼酎マイナス3杯ということで1分のマイナス3なんですよ。で1分のマイナス3だったら全体でマイナスになっちゃうんですよ、ね。全体でプラスで表現したいからここにマイナスをくっつけてるということになるわけなんですね。 限界代替率っていうのはもうあのマイナスを無視して表現するんで全体でプラスで表現するんでだからあえてマイナスをくっつけてるということになるわけですね。ですからねこれからちょっと具体例,具体例のほうが分かりやすいですね、えー、16ページですね。 えー、ビールを1杯増やして芋焼酎を2杯減らせば紅葉は一定になるということですね。例えばビール3杯芋焼酎4杯この時紅葉が100だったとしましょう。ビール1杯お代わりできるんだとしたら俺はですね芋焼酎2杯減らしてもいいですよと。2杯減らしても紅葉は100のままですとよと。ビール1杯お代わりできるんだったら俺あもう芋焼酎2杯減らしてもいいんだと。2杯減らしても紅葉は同じ水準維持できますよと。 こういった状況の時にね限界代替率はどうなのかなと,と限界代替率というのは m r s イコールマイナスデルタ x 分のデルタ y で表現できますけどねデルタ X がプラスが +1 ですねデルタ x っていうのはプラス +1 なんですけども1分のマイナス2ですよね1分の、ね、デルタ y がマ2ねスで、えー、とここにマイナスがくっついていることによってマイナスとマイナスでプラスになるんですよ。ね だからこう全体でプラスで表現するためにあえてマイナスつけてるんですよ、ね、限界代替率の定義でマイナスデルタクス分のデルタ倍にしてるのはこう全体でプラスで表現するためにマイナスをくっつけてるのねだからマイナスを無視して表現してるんで絶対値で表してるっていう風に表現してもいいし絶対値で表すためにマイナスを無視してああの表現するためにあえてここにマイナスをくっつけてると いう,ふうにまあ表現してもいいいのかなととうことですね,いいですかねしっかりとまあここのところですね押さえておいて頂いければと思いますね。じゃあねあの限界というふうに来たら接線の傾きになるわけなんですけどそれをね今からちょっとお話し,しますね。限界というふうに来たら接線の傾きになりますけどもね。 えー、例えば17ページですけども、ね、17ページですね横軸に X 縦軸に Y ですね無差別曲線があってこれ公用水準が100の無差別曲線だとしてください。ね、ビール、えー、ここの接線の傾きねここの接線の傾きっていうのは横軸が X 縦軸が Y の時の接線の傾きっていうのは、えー、デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数今回横軸が X 縦軸が Y ですからねこ、えー、デルタ横軸の変数分のデルタ縦軸の変数っていうのはデルタ X 分の で、えー、このね例えばあのここっていうのは、ね、ここっていうのは例えばビール一杯お代わりできるんだとしたら、ね、ここのねここの点っていうのは例えば、ね、例えば A 点だとしましょうかねこの A 点の時っていうのはビール一杯お代わりにできるんだとしたら、えー、自分は5杯芋調あをれめてもいいと。 そういった場合ここの接線の傾きというのはデルタ X 分のデルタ Y で表現できますけどプラス1分のマイナス5になるんじゃないですかプラス1分のマイナス5だから接線の傾きはこれマイナス5になりますねデルタ X 分のデルタ Y っていうのは無差別曲線の接線の傾きで表現されますけど、まあ、今回の具体例ビール1杯おかわりできるんだとしたら芋醸中5杯開けれまってもいいという具体例であれば接線の傾きは、ね、マイナス5になるんですよマイナス5になるね、だから接線の傾きはマイナスがくっつくんですよ だけど限界代替率の概念に引き直すときはマイナスを無視して表現するすなわち接線の傾きのマイナス後にマイナスをあえてくっつけてマイナスとマイナスで打ち消し合ってプラスで表現するプラスで表現するためにここにあえてマイナスを置いてるという話になるわけですねですかね。 えーまあ、このように捉えるということですねだからこの接線の傾き自体はマイナスなんですよで限界代替率のいう概念で表現するためにはマイナスをプラスで表現するためにですねあえてマイナスをつけて全体でプラスで表現しているということですね。でマイナスを無視して表現しているというふうに考えることができますから限界代替率は絶対値で表現しているというふうに捉えてもいいです。 では限界高揚低減の法則と非常に似ておりますけど限界代替率低減の法則ですねこれね接線の傾きがだんだん小さくなるんですよ。ね、A 点から B 点、ね、A 点から B 点だんだん傾き、ね、傾きがこんな急だったのが。 ね、B 点になると傾きが緩やかになるよね。だから、えー、このね、傾きがだんだん緩やかになっていくんですよ。これをですね、限界代替率、低減の法則っていうんですね。X が増えるとですね、接線の傾きが小さくなる。だんだん小さくなる。それは、えー、すなわち、限界代替率もでんあの連動して小さくなるってことね。じゃあちょっと行きますよ、ねえー。A 点っていうのは、例えばビール1杯お借りしたら、芋処酎10杯諦めてもいいっていうね、ところね。例えば。 でえー、これっていうのはデルタ X 分のデルタ y で表現できますけど、ね、デルタ x ビール1杯おかわりに対して10減らしてもいい、ね、プラス1分のマイナス10で表現できますよねですからここの接線の傾きっていうのはデルタ X 分のデルタ y 計算しますとマイナス10なんですよ、ね、でこの a 点の時の限界代替率っていうのはどういうふうに表現でしますかで接線の傾きマイナス10ですけどマイナスを無視して表現してるのが限界代替率だから限界代替率は a 点の時10なんですよ ビールの消費量が増えました X1 から X2 にビールの消費量が増えました、えー、X2 に対応する接線の傾きは B ですとでこの時どうかというと、ね、ビールの消費量1杯おかわり、ね、芋焼酎を例えば2杯諦めてもいいかなと。 ね、傾きが小さくなってるってことはね傾きが小さくなってるっていうことはここより小さいですよねどう考えてもこんな急だったのがこんな緩やかになってるってことは傾きが小さくなってる傾きが小さくなってるってことは諦めてもいい芋焼酎の数が増えてるあの減ってるってことね諦めてもいい芋焼酎の数が10だったんだけど傾きが小さくなるということは傾きがあのこの諦めてもいい芋焼酎の数がマイナスに例えば減ってるってことねマイナス10よりもねマイナス10よりも諦めてもいい数が減ってるってこと。 マイナス十からマイナス二に例えばなっているということねでこの状況で考えますとデルタ X 分のデルタ Y というのはプラス一分のマイナス2、ね、だからマイナス二なんですよ傾きは必ずマイナス2ね右下がりの場合っていうのは、ね、右下がりの線の傾きっていうのは必ずマイナスですよ右下がりっていうのは横に一個行くと、えー、縦が何個か下がっているわけですから、ね、右下がりの曲線の接線の傾きっていうのは必ずマイナスがつきますよね 右下がりっていうのは横に1個行くとね縦が何個か減るわけですよ。横に1個行くと縦が何個か減るわけですよ。だから右下がりの線っていうのは必ずね傾きはねマイナスになりますよ。ね。で接線の傾きはだからマイナス10だったり B 点だったらマイナス2だったりするわけね。で限界代替率っていうのはマイナスを無視して表現しますからマイナス2をマイナスを無視して表現して2になるわけね。ですから X のね えー、消費量を増やすとビールの消費量を増やすと接線の傾きがだんだん小さくなるすなわち限界代替率が10から2に小さくなるってことねでこのように X の消費量を増やした時限界代替率がだんだん小さくなっていくっていうね、えー、現象が見られましてそれをですね限界代替率低減の法則というふうにいうんですね。 ですかそこのところを押さえておいて頂ければと思いますねじゃあなぜ限界代替率が低減するのかということなんですけどこれもですね皆さん限界公用低減の法則と同じく考えてくださいありがたみ財の希少価値ねそこをそれがキーワードになりますえー、ありがたみですね固い言葉で言うと財の希少価値ですねここがキーワードですねええー、A 点っていうのはどんな点かっていうと X 財の希少価値が高いんですよ A 店というのはビールの消費量が少ないじゃないですかで A 店というのは例えばビールの消費量が二杯ですよで、こっちが例えば5杯ですよ、ね、A 店というのはビールの消費量が少ないで、B 店というのはビールの消費量が多いね、ビールの消費量が少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがないんですよだから一杯おかわりできるんだったらビールの消費量が少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがないんで芋蒸汁10杯減らしてもいいってこと 逆にビールの消費量が増えてる時っていうのはビールのありがたみが下がってるからビール一杯お代わりできたとしても、ね、あんまり嬉しくないあんまり嬉しくないから諦めてもいいかなっていうもう一方の材つまり芋焼酎の数っていうのは小さくなるということね。ビールの消費量がとい,い,いうのはビール飲みみたたくてしょうがががないいありがたみが大きいんですよだからビールの消費量を増やすことができるんだったら芋焼酎いっぱい減らしてもいいよ。 だってビール飲みたいんだもんと。だからセスの傾きこれね、えー、このマイナスの数字が大きくなる限界であれですでかいんです逆にビールの消費量が大きい時っていうのはビールのあり方みが小さいビールそんなに飲みたくてしょうがないっていう状況じゃないだからビール一杯おかわりできたとしても大して嬉しくなんないんで諦めてもいい芋焼酎の数っていうのはどうしても減るね。すなわちマイナス二ぐらいかなってことね 飲みたくてしょうがない時だったらもうイモジョウビール飲みたくてしょうがない時だったらいっぱい芋焼酎を手放しても自分はビール飲みたいですがでかいってここととででですすよそれがが限界率か逆にビールの消費量が多くなるとですね,ねビールおかわりできたら嬉しいは嬉しいけれどもそんなに嬉しくないんで手放してもいい芋焼酎の数っていうのはそうだな一杯おかわりできたとしても大して嬉しくないからなじゃあ芋焼酎2杯ぐらいかなというふうになるわけですよ。 ビールの消費量が少ない時っていうのはもうビール飲みたいぜと。いっぱいおかわり,かわりさせてくれるんだったらもう自分は10杯芋焼酎は諦めてもいいっすみたいな感じですよ、ね。ですから消費量が増えていくと消費量が増えていくと接線の形が小さくなるすなわち限界代替率が小さくなるっていうふうに、ねえー、このありがたみが関係してそういった現象が起こるんですねだからね。 消費量が少ない時っていうのはありがたみがでかいから一杯ビールをおかわりできるんだとしたら、ねえー、芋一杯諦めててもいいよってことを限界でたい、ね、逆にビールの消費量が多くなっちゃうとですねビールの希少価値が下がりますんでありがたみが小さくなるんで一杯おかわりできたとしても大して嬉しくないから諦めてもいいかなっていうもう一方の在つまり芋焼酎が2杯ぐらいかなって。 ってことね、だから限界代替率は減るということですね。まあ、そこのところを押さえておいていただくとよろしいかと思いますね。だから限界雇用低減の法則とロジックは全く一緒ですよね。限界雇用がなぜ低減するのか。一杯おかわりしてもね。だから、まあ、限界雇用が低減する理由っていうのはビールの消費量が少ない時っていうのはビール飲みたくてしょうがないから。一杯おかわりできるんだとしたら、一杯雇用が高む。一杯おかわりしたら雇用が伸びたくてしょうがないから、いっぱい雇用が高まるわけですよ。 逆にビールの限界のの話ね逆にビール消費量が多い時っていうのは一杯おかわりしても対してねもうありがたみが小さくなってるから対、ね、して雇用が高まっていいかないんですよだから限界雇用低減の法則と限界代替率低減の法則は、ね、一材モデルか二材モデルかの違いなだけであって本質は変わらないですよ。ありがたみですよね 財ののの希少価値でですすよよそ本質部分ねだからこんなところ丸暗記しても本当に意味がないというふうに押さえていただくとよろしいかと思いますねでは、えっと、その次いきましょうかね、えー、19ページですけれども無差別曲線の性質というところですねあの無差別曲線の性質は4つほどありますまず右下がりであるという性質ですね理由です えー、なぜ右下がりになるんですかっていうと、こういう、ちょっと口頭で説明、あまず、えー、代替性の過程ですね。まず、あの、右下がりになるという性質があります。4つ性質があります。1つ目、右下がりになるということですね。で、過程です。代替性の過程、2剤が交換可能だっていうことね。だから、交換可能な状況を考えてください。私にとってはビールと芋焼酎なんですよ。ビール1杯おかわりできるんだったら芋焼酎減らしてもいいよと。ね。えー、逆でもいいでしょ。 芋焼酎手に入れるんだったら手に入るんだったらビール減らしてもいいですよと交換可能じゃないとダメとだからビールと石ころだったらダメですよ石ころなんて私いらないですからねえー、石ころもらえるからじゃあビールあげますよ私だったら絶対いませんよねだから石ころじゃダメです、ね、だから交換可能な、ね、そういった状況を考えてください、ね、であの必ずね、えー、交換可能であれば右下がりになりますなんでかっいうとビール一杯お代わりしたら効用高まるじゃないですか 例えば A 点紅葉水準100ね。でビール一杯おかわりしたら紅葉高まるじゃないですか。ね、だから紅葉水準を100に一定にするには、ね、芋焼酎を減らさないといけないです、ね。紅葉水準100の状況でビール一杯おかわりしたら紅葉が増えちゃうんですよ。だから紅葉水準を一定に保つためにはもう一方の剤を減らして紅葉を低めないといけないんです。 ビール一杯おかれしたら紅葉が高まるんで紅葉を100の水準に維持するためにはで紅葉を低めないといけないからもう一方のの財消費量を減らさないといけないいいとけだから右下がりにならざるをえないということね。ですかこれが1点目。 それから、丸二番ですね。右上に位置するほどですね、紅葉が高くなるということですね。右上に位置するほど、えー、無差別曲線でね、いっぱい描くことができるんですよで。いっぱい無差別曲線を描くことができますけども、右上に位置するほどですね、紅葉が高いんですね。U1、U2、U3 と無差別曲線が描かれます、えー。右上に行けば行くほど紅葉数字が100、200、300と多くなるんですね。 でまず前提ですね消費の不法和の過程非法和の過程を置きますアンドレザイジャイアントの胃袋の底なし状況を考えてください、ね、で、えー、右上の無差別曲線の方が消費量多いんですよ例えばこの紅葉水準が100の無差別曲線ですねここねえー、ビールの消費量が5芋序中の消費量が5なんですよ、ね、で右上の無差別曲線というのはビールの消費量が6で芋序中の消費量が6で消費量増えてんですよ だから紅葉水準も高くなる、えー、このさらに右上の無差別曲線というのはさらに消費量が6から76から7芋状縮も6から7で増えてるんですよだから右上に行けば行くほどですね消費量が多くなってるってことで,で消,費量消,消費の不法案の過程非法案の過程を置けばですね紅葉水準が高くなってますよねっていうのをそれでまあ表現できてるということになりますねでしょうかね。 えー、消費量が多くなってるから供用水準がね、消費量が右上の無差別曲線の方が多くなってるから供用水準も連動して高くなってるというまあ、そういった話になりますね。ごめんなさい、ちょっと1回目から申し訳ないんですけども少しだけ延長させていただきますね。えー、丸三番ですね。今度は互いに交わらないということですね。互いに交わらない。で、理由ですね。矛盾が生じるからってことですね。矛盾が生じると。 矛盾が生じるので互いに交わるというふうに考えると矛盾が生じるから交わらないというのが正しいですねとそういう、まあ、議論の持っていき方ですね。でね過程なんですけど推移性の過程無矛盾性の過程なんですけども推移性の過程っていうのは A=B=C イコール B, B イコール、C、ならば A=C イコール、C、という関係が成り立つとこれが推移性の過程あるいは無矛盾性の過程ですねで仮にね無,あの無差別曲線がね。 交わるというふうに考えたらね矛盾が生じちゃうんですよ例えば ABC ということで B で交わるというふうにしたら矛盾が生じるのね,ね A 点っていうのは、えー、消費量がビール5杯芋焼酎10杯ですねねで、えー、C 点というのはですねうーん、えー、ビール消費量が10杯芋焼酎の消費量が10杯ですねこれが C 点 で、B 点ね。で、えー、っと、無差別曲線が、例えば、えー、A 点、U2 っていう無差別曲線がありますけども、A 点と B 点がこうありますね。で、同じ無差別曲線上にありますから、A 点も B 点も公用が等しいんですよ。ね。一方で、ね、B 点と C 点ですね、同じ無差別曲線上、U1 という無差別曲線上にありますから、B と C もですね、公用が等しいんですよ。ね。A と B が公用が等しい、U2 という無差別曲線上にあるから。 ね、C と B も、えー、雇用が等しいな,な,なぜならば唯一という無差別曲線上にあるからじゃあね A と B が雇用が等しい B と C が雇用が等しいじゃあ A と C も雇用が等しいってことじゃないですか推移性の過程を、えー、が成り立つというふうに考えればじゃあ A と C が雇用が等しいってことになりますねとじゃあ A と C 雇用が等しいっていうふうに考えたらそれっていうのは矛盾しませんかってと,と矛盾するんですよ。どううしててかというとい、ね、A 点っていうのは のの消消費費量量はななんんでですすけどもビールよ C 店っていうのは B 芋焼酎の消費量は10杯なんですけどねビールの消費量10杯なんですよ A 店よりも C 店の方が美味しいじゃないですかねビールの消費量が多いんだから芋焼酎の消費量は同じですけども C 店の方がビールの消費量多いんですよだから C 店の方が紅葉が大きいに決まってるんですよ常識的に考えれば だけどねえー、このね彗星の過程を考えると交わってる時っていうのは A と C も紅葉が等しいってなっちゃうんですよ。だから矛盾するんですよ。で矛盾するってことなんで交わるっていうのはけしからん。ダメなことであると。嘘っぱちだと。こういうことになるんですよ。だから交わっちゃいけないということになるわけね。交わったら矛盾するんですよ。矛盾するっていうのはそんなのダメだってことですよ。 でこれってねあのね矛盾したらダメっていうね話であってそれってね入り法っていう証明の仕方なんですよね入り法間接証明法っていうふうに言ったりしますけども、まあ、三段論法っていうのは、まあ、直接証明法って言ったりするんですけどもそれとは違う証明法でね入り法、まあ、間接証明法っていうのはあるんですけどそもそも交わるか交わらないかの二択じゃないですか、ね、で交わると仮定して矛盾するんですからね交わらないっていう選択肢の方が合ってると二択なんですよ 交わるのか交わらないかの二択なんですよで、交わる方が矛盾するんだからじゃあもう一方が正しいってことですねだからこういう証明の仕方をですね入り方というふうに言います いろんな証明の仕方がありうるんですけども、まあ、基本的に交わらないというのを説明する際には入り法を使って説明することがほとんどですからあ違った説明の仕方をしちゃうとですね教科書読んでますかテキスト読んでますかっていうふうに出題者の方に誤解されてしまう可能性があるんでこの入り法で必ず説明するようにしてください。ねえー、交わるか交わらないか二択であると交わるでやったら矛盾するとじゃあ残りが正しかったと。 こういうね、これをこういう説明の仕方は入り方というふうに言いますね。どっちか二択なんですよ。交わるか交わらないかね、どっちか二択なんですよ。ね、で交わる方が矛盾してんだったらね、こっちの方が正しいかった。ね、どっちかが正しいんですよ。交わるのか交わらないのか、どっちかですよ。ね、で交わるっていうのがおかしいんですよ。じゃあ交わらないというのは正しいんですよ。ね、で最後。 ごめんなさいね延長させていただいておりますけど原点に対して凸であるってことねあの限界代替率低減の法則っていうのを仮定してますよね、えー、だん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 、えー、あ、ごめんなさいあのえっとちょっと <laughs> 焦ってますすいませんね、えー、無差別曲線ねそもそもねごめんなさい えー、そもそも横軸に X 縦軸に Y を取って無差別曲線このように描かれますけど右下がりになりますが特にです、ね、この原点0に対してこういうふうに、ね、出っ張ってる形のことを原点に対して「凸」と言います原点0ですねでこの原点0に向かってこういう形を取ってる原点0に向かってですね曲線で向かってるような形をです、ね、原点に対して「凸」っていうふうに言うんです原点に対して「凸」ですね。 こういう原点0に対してこのような形を原点に対して凸と言います。それをまず押さえておいてください。で、原点に対して凸に何でなるんですかっていうことなんですけども、前提として限界代替率低減の法則があるんですよ。ね。ありがたみですよ。ね。X を増やしていくと、X のありがたみがだんだん小さくなるんで、手放してもいいかなっていう Y 材の数っていうのがどんどん減ってくる。限界代替率低減の法則っていうのを考えますとですね、えー、どうしても無差別曲線はこのように原点に対して、 あの凸の形になならざる得ないということ、ね、いいですか原,原点に対して凸になりますよということなんですけども限界大替率低減の法則っていうのを、まあ、経済学では通常考えますからあそれを前提にしますとですね原点に対してゼロにならざる得えないじゃないかということですよねじゃあもう一度まとめておきます無差別曲線の性質ですねまず右下がりであるということ。 そして、えー、右上に行けば行こうと満足感が高いということ、そして交わらないということですね、それから原点に対して突型になるということ、この4つの性質がありまして、でそれぞれの前提、過程、えー、でなぜですねそのような性質になるのかという説明ですね、えー、そのなぜかというところも合わせて押さえておかないと、ですねあんた暗記してるじゃないかというふうになるんですよ、そうしたら点数が伸びていきませんから、根拠をしっかりと理解し、ですねそれを示せるようにアウトプットしていくと。 いうことがですね必要かと思いまらね,ですかね、まあ、本日ちょっと概要から始まってですねミクロ経済学の中身に入りましたけど今やってるところはどこかというあの全体像をですね抑えながらですねここやってんだと。 消費者、家計のですね公用最債化財の需要のこの一部の部分をやってるんだとで、一財モデルから入ったんだと、今、二財モデルに入ってるんだと、ここやってるんだというところですね、全体像の中で、ここやってるっていう意識をしながら、体系をね、意識をしながら、勉強を進めていただければと思いますね。はい、えー、それはですね、えー、ちょっとすみません、延長させていただきましたけど、第1回目の講義ですね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした